それでは開会宣言を行わさせていただきます。社団法人島原青年会議所指導力開発委員会副委員長前田孝則君。はい、皆さんこんばんは。本日はご来場誠にありがとうございます。ただいまより社団法人島原青年会議所指導力開発セミナー魅力あるでっかい人づくりを講演会を開会いたします。続きまして本日指導力セミナーの趣旨説明をさせていただきます。社団法人島原青年会議所指導力開発委員会委員長梶山深見君。はい、皆さんこんばんは。私社団法人島原青年会議所指導力開発委員会委員長を仰せつかっております梶山深見と申します。よろしくお願いいたします。本日は多数のご来場誠にありがとうございます。私ども社団法人島原青年会議所では修練、奉仕、友情をもとに明るい豊かな社会の創造を目指し日々活動させていただいておりますが、近年地域社会を取り巻く現状は日々変化し、企業だけでなくさまざまなところでリーダーシップや人間力の必要性が叫ばれております。今回の中村先生の講演を聞いていただくことで、その中身を一つでも多く皆様の日々の生活の中で実践していただきまして、そして活用していただくことにより地域社会や地域の皆様が目的意識を持ち魅力ある人間力の構築ができると考え、地域社会に貢献できる人材育成を目的とし今回の指導力セミナーの開催に至りました。本日の講演をお聞きになって必ずや皆様の人生観において得るものがあると私どもは確信しております。ぜひ明日から皆様の実生活の中で実践していってください。皆様にはこの趣旨をご理解いただきますようよろしくお願いいたします。本日はよろしくお願いいたします。続きまして理事長挨拶。社団法人島原青年会議所第55代理事長米田光則君。はい、皆さんこんばんは。私社団法人島原青年会議所、本年度理事長を務めさせていただいております、米田光則と申します。よろしくお願いいたします。本日は私ども島原青年会議所主催であります指導力セミナー魅力あるでっかい人づくりの方にお越しいただきまして誠にありがとうございます。私たち島原青年会議所は島原半島を中心に約70名ほどのメンバーで運営を行っております。本日の人づくりセミナー、自分自身というものは自分で変えることはかなり難しいのではないかと感じております。何かのきっかけで自分自身が変わっていくものだと思っております。今日はそのきっかけ作りとして皆様が今後人づくりを行っていく上で自分が一歩何か変わっていただければ今まで以上の人づくりができるのではないかと思っております。皆様が今日この講演の後今日からちょっとでも自分のプラスになれるものを得ていただき明日からの人づくりを行っていただければと感じております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
開会にあたり主催者を代表といたしまして開会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。それではご紹介いたします。中村文明先生です。皆様盛大な拍手でお迎えください。こんにちは。僕はですね、島原に来るのは初めてなんですけども、こんなに大勢の方にお越しいただけてちょっとびっくりしてるんですけれども、無料だからですか、これは。ですかね、有料無料に関わらずかなと思うんですけども、なんか中学生の方もなんかたくさん来てくれてはるって聞いたんで、年齢層がパッと見た感じ相当幅広いなと思うんでですね、どんな話しようかなと思ってちょっと考えてるところなんですけど、僕はもともと講演家になるつもりなんかはかけらもなかったんですけど、実はこれ頼まれてるうちに頼まれてですねやりましたら、人前でもう11年ぐらい前なんですけど話しましたら、それがやけに受けましてですね、でその後その僕一回こっきり人前で話して終わりのつもりでいたんですけども、そのカセットテープが記録用にということで録音されてまして、でそのカセットテープ、その初めて講演やった時40人ぐらいの方いらっしゃったんですけど、その40人の方々からどんどんダビングをされましてですね、でどんどんこれが一人歩きするようになりまして、皆さん僕の著作権とかそういうの全然気にもなさってなくてですね、まあどうぞいいのいいのみたいにしてバンバン配られてですね、でそれが日本中にこう行ってしまいまして、ちょっとお尋ねしてみたいんですけど、この島原来るの本当初めてなんで、そんな全然お気になさらず配られているその CD とか DVD とかですね、そういった類のものとかをお聞きいただいたとかっていう方どれぐらいいらっしゃいます？うわいらっしゃる、やっぱそういうマニアックな方がこう前の方にいらっしゃってですね、多分後ろの方は無理やり連れてこられてるって感じなんで、ご愁傷様って感じなんですけど、僕はですね今も言うようにですね、自分がまさか将来人前で講演をするような人生になるなんてなことはもう考えたこともないんです。ですけど本当そのね10、11年ぐらい前の時、僕まさにその講演を、大阪の経営者の方々が集まられているという、そういう場所でお前の若い時の体験談はめちゃくちゃ面白いからちょっと話をしろというふうに言われましてですね、でその時に僕はとっさでしたからってなりまして、そんなんやったこともありませんし、そんな大阪のバリバリの経営者の方々の前で僕みたいな田舎者が講演なんてなあおな言いましてね、やったこともなければね、その緊張もしますし、何よりその受けなかったらどうするんですっていうようなことをこういくつかその時こう並べ立てるんですけども、ですけどそのできない理由というのをですね、とっさにブワーっていくつか、やったこともない恥ずかしい緊張するそんなん俺なんかが講演なんてって、これいわゆるできない理由っていうやつですよね。やれるかやれないかなんかわからないのに、人間ってとっさにこのできない理由を言う動物です。だけど僕は若い自分にすごい自分の人生を180度変えてくれた師匠がおりまして、でその師匠のそれがまさに口癖だったんです。で若い自分、僕はですね師匠から本当に人生を変える言葉を頂戴しまして、その代表的なのが頼まれ事は試され事っていうのが一つあるんですね。頼まれるということは試されてるということだと。で僕はよく言われたんですけど、心配するなと、人はねお前のことよく分かっててできないことを頼んでくる人はおらんからってこう言うんですよ。でよくみんなお前のことは分かっててね、できることしか頼まれへんから何の迷いもなく物を頼まれた時は引き受けなさいと。そしてどうせ引き受けるんだったらその方が思ってる以上の予測上回るぐらいの、例えば速さでやるとか予測上回るぐらいの量をやるとか、そうやって目の前に今目の前にいるたった一人の人を喜ばせるっていうことに僕は意識をすごく向けろということを言われました。頼まれ事は試され事で、その時の注意事項がもう一点ありまして、この注意事項はええか、
体を動かす前にできない理由を言うなよっていうのがもう師匠のもう鉄板ルールのこれもまた一つで、だけど僕はその時まさにですね、僕若い頃師匠にあだ名までつけられまして、ニックネームまでつけられて、師匠からなんかね言われると、でも僕はこうですし、でも僕はこうだから、でもってこう言うんですよね。そうすると師匠にようですね、でもでも精神って言われましてですね、お前はできない理由を説明させたら天才的や、やってみろ黙って、ってこう言われるんですね。人はねできることだらけなのにね、みんなできない理由説明しててね、何も動かずに、ああ僕の人生は変わらない、ああ私の人生は変わらないって嘆いてるって。でもね、体を動かすことでしか人生は変えられへんのやからって、そういうことを僕はよう言われまして、だけどその11年前に講演頼まれた時、まさにその縮図みたいなもんだったんです。予測もしなかった講演を頼まれた瞬間に、俺が講演経営者の前でなあほなってこういくつも言うてる途中で、ああこれできない理由やんと思いながらですね、ああ目の前に師匠立ってたらもう間髪入れずになんかビンタの一つでも飛んでたやろうなというぐらいのことをこうその時気づかさせてもらったんで、なんであかん、ここでね断ってたら僕の人生は何も変われへん、昨日までの人生と何の変化もあれへんなと思ったんで、そのもんで僕その時に、まあ受けなくても、まあ、命取られることまであれへんやろうと思ったんで、手ついて謝ったら許してくれるやろうと思ったんで、まあ、やったことないことですけど、ちょっとじゃあチャレンジしてみますわって、できる目いっぱいのことやってみます言って喋ったんです。そしたらそれが40人の皆さんに受けてくださって、でそこからそのテープ CD がどんどんダビングされるようになって、でその皆さん方、僕のねこうその親テープが高テープ、孫テープ、ひ孫テープ、やしゃごテープみたいにこうどん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 こうなっていくわけで、ネズミ公式に広がっていくわけですよね。だけどこの親テープから高テープになって、高テープ孫テープあたりの人は僕なんか面識も全くないわけですけど、でもそんな方が僕の会社に電話をくださってですね、いやとにかく擦り切れるほどあなたの話してるテープを聞いたんだと、でぜひその元気を我が町に分けてほしいから、ぜひ公演に来てくれっていうことを言われるんですけど、いや僕そのおっしゃるような講演家じゃありませんしね、本業はレストランの経営なんですから、だから僕そのレストランをそんな休んで行くわけにも行きませんしですよって、だからそんなこと言われてもあなたのこと知らないしみたいなことをね申し上げると、その電話の向こうの人が、あの見ず知らずの人方がですね、あれおかしいな、あれおかしいなってえらい何回も言うからですね、どうなさったんですって電話で尋ねたら、いや私がね擦り切れるほど聞いたお宅のテープの中では何遍も言うてましたよ、頼まれ事は試され事って、中村さん飽きませんよ、人から頼まれた断ったら言うてこうやって言うてくる、知らん人に言われとんねえわみたいな話なんですけど、けどあれ言われると僕もですね足踏みしてられないんで、分かる、うん、行きますさと、で行って喋ったらよろしいでしょろよって行くと、まあ、やっぱこう人が来てくれてるから、やっぱり皆さんにこう試されてると思うとですね、いややっぱりせっかくわざわざ時間割いて来てくれていらっしゃるのにですね、やっぱなんか喜んでもらえるような話させてもらった方がええんちゃうかな、やっぱりこう予測を描いてらっしゃると思う、それ以上に行ってよかったって言ってもらえる方が僕もありがたいなと思うから、まあ、今日も、うん、例外なく一生懸命多分汗だくになって喋ってしまうと思うんでですね、あのお付き合いいただきたいとこなんですけども、ですけど僕あの時本当に今思えばなんですけど、あの時最後の最後までやっぱそんなん無理ですって僕にはって、な講演なんかやったこともないんですし、そんなん勝手にしてくださいよ、でも講演のプロとかいるじゃないですかって言ってね、最後の最後まで別に断ろう思ったら断れたんですよね。でもあの時もし断ってたら僕はこの島原まで来ることが多分なかったと思います、一生、一生言うと分かりませんけど、だけど僕は今日多分皆さんと巡り合わせていただける縁はいただけなかったかな。であの時もし断ってたとしたら、そのねカセットテープ CD が本当に皆さん僕の著作権気にせず配っていただくおかげでですけど、どん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 広がって、どん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 広がってですね、であちこちから声かけられて、僕こんなに増えると思ってなかったんですけどね、1年目にポツポツと頼まれるので、それ引き受けてたら10カ所ぐらい行くことになって、翌年10カ所が30カ所に増えて、でその30カ所が翌年80カ所に増えて、80カ所が翌年170カ所に増えて、その170カ所が翌年270カ所に増えて、で6年目から年間300カ所っていうのを超えるようになりましてですね、今も今年ももう年末までほとんど予定いっぱい詰まってて、今年も300を超える勢いなんです。
お分かりいただけますかね。もうなんかこのもう自分がどこにいるのか分からなくなってくるんですよ。本当ですよ。先月もそうだったんですよ。根室で雪降ってる4月なのにって言ってたら次の日鹿児島なんですもんね。で鹿児島真夏日みたいにしててですね、でもう目が覚めると大体ここはどこから大体こう始まるんですけどね、まさかの人生に自分はなってしまいましたけど、だけどその分岐点っていつやったかって言ったら、あの講演頼まれた時お昼ご飯食べながら頼まれたんですけど、あのお昼ご飯のあの時が僕の人生の分岐点だったんです。あの時最後まで断ってたら今日僕は島原にはいません。で何やってるか想像つきます。自分のレストランでね、帳面見ながらね、ああ売り上げが上がらん言うてね、この不景気はいよいよほんまもんやおえな言うて、で政治は安定せえへんしな、こんな田舎町でやっててもやっぱ人少ないからこらあかんわ言うてね、しかも警察の飲酒運転の取り締まりもやりすぎやろ言うてね、一発免許取り消しや罰金100万や言われたら飲食店みんな潰すぎか言うてね、警察のせいにして不景気のせいにして政治が安定せえへんにそのせいにして、ああそしたら新型インフルエンザも流行るから人も外へ出えへんわ言うてね、もうみんな世の中で起こってるニュースとか周りのせい人のせいですよ。でね、ああ売り上げが上がらんのは僕のせいじゃないんだ、周りのせいなんだよって毎日僕が正面見ながら酒飲んで誰かに管巻いてても僕の人生はかけらも良くならないですよね。その客観的に聞いていただいたら分かっていただけると思うんですけど、それを意外に無意識にやってしまう人って結構いらっしゃるんじゃないかな。まあ僕自分はですね、もともと何にも勉強もしませんでした、まあ、中学生の人たちがいる前でね言う話じゃないんですけど、まあ、ただの問題児でですね、本当にもうど田舎で生まれて調子に乗って、まあ高校だけ伊勢市の三重県の伊勢市っていう伊勢神宮のそばの高校に、まあまあ伊勢神宮にまつわるえらいありがたい高校に僕行ったんですけどね、あの神宮工学館っていう学校に行きましたね。すごい名前でしょ、工学館ですよ。校は皇室の校と書いて校ですよ。学は学ぶっていう字なんですけど、いまだにあの昔の学ぶなんですよ。あのややこしい頭でっかちのあのペケペケ2つつけるみたいなあのややこしい方の学、いまだにずっと使ってて、で館という字で工学館というですね、あのもうね毎朝大体毎朝朝礼があるんですけども、軍隊みたいにあの5分前集合が基本の学校でしてですね、で、大体こう国旗に対し注目から1日が始まって、左向け左神宮要拝礼、伊勢神宮向かって礼して、で直れと元戻ったら今度回れ右して、球場要拝礼って皇居に向かって礼するところから1日が始まる学校なんです。ああなかなか未だにあんのかいって感じの学校でしょ。でね、もう年に何度も何度も神宮参拝っていうのがありまして、それで伊勢神宮にこう年に千数百人の全校生徒がもうあの北朝鮮の軍隊みたいにして歩くんですよ。もう無言でザッザッザッって歩いて、それでビシッと千何百人が揃って、二礼二拍手一礼がピシッって揃うんです。何回もやってますから。だから僕ら2年生高校2年生の時にはやっぱり修学旅行は九州に行きましたけど、ですけど九州にまず関門海峡を渡って上陸してまず行ったのが太宰府天満宮ですよね。で太宰府天満宮から南に下っていって、その後阿蘇神社に行って、その後霧島神宮に行って、その後宮崎神社に行ってて、ね神社ばっか回らされてねなんかテーマパークはないんかい九州に、めてかろうじて連れてってもらったのがハウステンボスだけだったんですけど、オランダ村だったかなあの頃、まだ名前がねオランダ村の頃だったと思いますけど、ですけどあのそのたんびに太宰府天満宮なんかでも全国から修学旅行生が来てますけど、みんな先生の話は聞かないし、静かにしろこっちを向けどうだこうだやってますけど、うちの学校だけはもうビシーって揃ってですね、で北朝鮮みたいに歩きますから、もう太宰府天満宮にお参りに来てる皆さん方はね、もうみんな喋りかけてくるんですよ。あなたたちはどちらの学校なんですかって、参拝中は無言ですとか、どんな格好つけんねんみたいな感じですけどね、もうそのたびに先生が何かご質問ですか、あ私どもは三重県は伊勢市からやってまいりました神宮工学館のものでございますみたいなですね、ですから謹慎処分を食らうと、あのなんか反省文を書くというよりも、あの1日1回あのなんですかね、あの教育直後っていうのを書くんです。今日なんかご年配の方は結構いらっしゃるんで、ちょっとご年配受けする話をしてしまいたくなってしまってるんですけど、僕でもですね高校の頃特進クラス、僕の所属しているクラスは特進クラスと言われてまして、それあの特別進学クラスじゃないんですよ、特別心配クラスって言われてましてね
大体問題起こると僕のクラスからで、出た首謀者が大体僕なわけですよね。またお前かみたいなですね。まあタバコ吸う茶禁止くらい、酒飲んで麻雀してると先生が乗り込んできて、単車乗って出かけると僕だけが捕まり、ろくなことないです。容量が悪いんですよね。でね、ある時ね、ジャスコで万引きしてくるだけならよくある話なんですけど、その万引きしてきた品物を学校で展示即売会やってましてね。で、商札の値札価格の半値以下みたいなのが売りやったんですけど、だけどね、だんだんこの万引きもプロフェッショナル化してまいりましてね、最後の方は注文を取ってから取りに行くようになりましたね。どんだけプロフェッショナルなんかって感じなんですけど、これがバレた時は大問題になりましてですね。でその時の定額は28日間ですよ。でおふくろ僕の顔を見ながら、はあ、ため息、もうこの世の終わりみたいなため息ついてね、ご飯食べてて、はあ、どうしたん母ちゃんって言うと、いや私はな、お前の顔を見ながらご飯食べてるとお米が砂利に思えてくるねみたいな、そうかいな、本当に生まれてきてごめんなさいみたいな存在だったんですよ。でその28日間のやっと藻が明けてですね、1ヶ月ぶりに高校行き始めた、その2週間後に今度35日の定額プランですよね。これは隣の大学の女子の更衣室を天井裏から穴開けて覗きに行ってましてですね、あまりにもよく見えたんで友達誘いすぎたら天井裏ごとバーンと落ちてですね、もうろくなことないんですよね。もうおふくろもうね、お前もうどうすんねんみたいな話でしょ。だけど僕当時夢なんか全くなかったんです。だけど大人の人から、お前夢は高校生にもなって夢がないのか、高校生にもなってお前目標が見つけられないのか、散々言われるんですね。だけどね、夢夢っつってあまりにもしつこいぐらい言われるから、もうええかげん途中から腹立っていきましてね、ほなそないおっしゃいますけど、ほな大人のあなたの夢は何なんですかって言って尋ね直すと、大人の人たちがみんなプツッと黙るんですよね。ほら自分も持ってへん夢を子供にばっかり描かさすなよって、大人が先持ってへんな夢をみたいな話でしょ。結局自分らにばっかり夢は言われても迷惑やねんみたいな世界だったんです、僕は。ですけど本当に夢もないまま僕卒業してしまいましてですね、だけど、まあ、首の皮一枚ギリギリ卒業して、だけどまあ高校3年間で勉強は何一つしませんでしたけど、だけどおかげさんで謹慎処分ばっか食らったんで、その謹慎処分食らうとですね、1週間の謹慎だと7日間毎日教育勅語を清書せねえかんかったんです。ご存知ですかね、教育勅語って。明治天皇が日本人たるものこうあるべきみたいな、なんかこうなんていうんですかね、生きる中での背骨に当たるようなものの捉え方考え方のこう基本的な日本人のなんか教科書みたいなもんですよ。でそういうありがたい明治天皇が書かれた言葉をですね、これを毎日1日1回写経のごとくこの長い文章を書くんです。さあけど28日食らうと28日間毎日書いて、こんな束にして伊勢神宮にもう二度と悪さはしませんって奉納に行った2週間後にまた35日でしょ。で35日また写経のごとく。だけど読書百遍いい自ずから通ずっていう言葉もある通り、意味全然わからなく書いてるんですけど、何十回も書いてるうちに行間行間に映像が出てくるようになりましてね、で気付いたら僕まるっきり暗記してしまいまして、まあ、こんなあんまり自慢にもならんのですけど、謹慎で覚えただけですから。だけどこれが時代に僕の人生を大きく変えていきましてね。だってそのありがたい言葉ですよ、ちょっと久しぶりですけど言ってみましょうか。朕思うにから始まるんですけど、天皇陛下ご自分のことを私がっていうのは朕がというふうに言うわけですけど、私が思うにはというところから始まりましてね、朕思うに、我が高祖高祖国を始めること公園に徳を立つること信仰なり、我が臣民欲中に欲公に欲長心逸にしていよいよその美をなせるはこれ我が国体の成果にして教育の延元また実にここに損す何時臣民父母に公に敬帝に有に夫婦愛は所有愛信じ教権己を自し博愛衆に及ぼし学を納め行を習いもって知能啓発し特許を成就し進んで公益を広め政務を開き常に国権を重んじ国法に従い一旦関係あれば義勇公に報じもって天上無休の幸運を付与すべし核のごときは一人鎮が中流の臣民たるのみならずまたもって何時祖先の威風を検証するにたらこの道は実に我が高祖高祖に苦にして孫臣民のともに遵守すべきところこれをここに通じて謝らずこれを中外に施しても取らず鎮南寺臣民とともに献献服用して皆その徳をいつにせんことを恋願おう明治23年10月30日御名御辞で終わりなんです。
いや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 、あの、ま、謹慎で覚えただけですからね、あんまりその拍手してもらうほどのことはないんですけど、だけど僕高校卒業して社会に出てずっとずっと年上の年配の方と巡り合わせていただくと、普通18歳19歳と60歳だったら話合わないですよね。だけど僕伊勢の子なんですよって言って、で伊勢神宮にまつわるような高校行ってましてね、おかげさんで僕教育直後みんな覚えてましてねってなこと言うと、当時僕が18区の頃に60代の方々なんていうのは戦前の教育を向けて来られたような方々でしたから、そんな方々は、お前みたいな年齢の子が教育直後を知ってんのか、いや知ってるところっちゃいますよ、全部暗記してますからって言って、今みたいに陳を思うに我が高祖高祖言い出すと涙ポロポロ出してね、まだおったんか日本にもみたいなことを言われて、ものすごい可愛がられたんです。僕あの時思いましたよね、いくら高校の時勉強できても僕随分勉強できるんですよなんて話しても嫌味なだけですよね。でも謹慎処分のおかげで教育直後を覚えたら、ずっと年配の人と一瞬で周波数が合わせられたんです。ずっと年配の人と一発で周波数が合わせられて、そしてその人生の大先輩方が、俺にお前の協力できること、俺がお前の力になってやれること、何かあるなら言ってこいよ、俺でお前のためにやれることあったら言うてこいよ、いやお前の頼みだな、喜んで聞いてあげるぞって。僕高校時代謹慎食らっててよかったな、もう何度思ったことかですよ。そうやってでですね、まあ冒頭に何て言いますかね、その僕はそういう意味ではすごく人懐っこい男でですね、でいろんな先輩たちからこう可愛がられて大きくなってきたんですけど、ですけどそれこそ出会いをっていうことをね、最初ちょっとおっしゃってましたけど、あの僕本当にね、東京で修行時代を終えた後も、まあ独立して三重県帰ってきて自分のお店を持つようになってからでも、すごいこう新たな出会いを求めて、例えばちょっと皆さんにピンと来てもらえるかどうか分かんないですけど、僕新幹線とか乗るたびにお隣さんと友達にいつもなってましてね、だけど座ってね、新幹線ってあんまり乗らないですかね、そんなこともないですよね、ね、そんなこともないですよね、いやそうそう、地理感があんまり分からなくてですね、で例えばね、2人掛けと3人掛けがあって、3人掛けの真ん中とか座ったら最悪でしょ、で横に体でかい人とかおったらもう最悪でしょ、でこの人またプーンと匂ったりするとまたかなわんみたいなとこあるじゃないですか、でそういうしかもこの肘置きが中途半端に狭いんです、あれね、奥でなし乗せるでなしみたいな、でまた隣の人がどっさり乗せてくれてるとね、乗せてられるともう隣の人なんか半分僕の陣地なんやけどみたいな、なんかそんな感じでですね、喋ることもなし景色見るでなくみたいにしながら過ごす数時間って苦痛じゃないですか。で僕せっかくやからお友達になったらええねやと思って、で最初の頃はすごく当たり前のようにこんにちはって満面の笑顔でこんにちはって喋りかけたんです。だけどみんなこんにちはって喋りかけるとね、怪しいと思うらしいんですよね。ほいでね、バリアをパリーンと張られてしまって、そっから先は話がね全然伝わっていかないんですよ。でね、僕はね、いやそんなんじゃないんですよ、で僕ただたまたまこれも縁じゃないですかって、こんな16両も連なってて千何百人も乗ってて、たまたま隣同士ってなんか偶然とは思えんでしょみたいなことを言いながら、せっかくですもんなんか喋っていきませんかみたいなことをね、こう話していくとね、もう余計怪しまれて、いや私ちょっとそんなんちゃいますからとか出てね、どんどんどっか行ってまうんです、なんか壺でも売られるとか思うみたいでですね。で僕ねもう失敗ばっかりしてたんですけど、だけどある時にすごい仲良くなる、簡単に仲良くなれる方法を実は見つけまして、またよかったら皆さんやってもらうといいかなと、まあこう興味があればですけどね、ある時、ワゴンサービスで僕コーヒーを買ったんです。でそのコーヒー代の300円を払おう思ったらですね、財布の中の小銭入れをここの手のひらに小銭チャラチャラって出そう思った時、なんかパラパラって床に負けてもうたんですよ、小銭を。だからチャリチャリチャリってこうやって負けるでしょ、そしたらね、あやってもうたと思った瞬間に、この隣の人があらあらあらって言ってね、僕の巻いた小銭を拾ってくれるんですよね。これでもこの狭いとこへ一人がこうなってるとこへ僕もかぶさっていくわけいかんから、すいません、いやごめんなさいって言ってたらね、いやいやこんなんね誰でもあるってこんなことをとかって言ってね、こう拾ってくれて、多分全部開いたと思うよって言って、はいどうぞみたいにして渡してくれて、いやすいませんな。でもその姿見て気づいたんです、こんにちはって喋りかけると怪しむくせに小銭ばらまいたら拾ってくれるんやと思いましてね。
ああ今まで僕は勘違いしてたと、ね、ちゃんと礼儀正しくこんにちはというのがなんか人と人のコミュニケーションの礼儀やと思ってましたけど、あれを言うとバリア張られるんです。だからアクシデントが起こった方が人間はバリアが張れないんですよね。それから僕は新幹線に乗るたんびに小銭を巻くようにこうなるんですけど、ですけどね、そのね拾ってくれはったその小銭すいませんでしたねって、いやでも見てもらった通りいっぱいね小銭あるんでよかったらこのコーヒー飲んでください、いや構いませんって構いませんっていっぱいありますから小銭言って自分の分もう一個頼ん で300円のコーヒーいっぱいご馳走しておくと、一応この人300円分は僕に気使わなあかんと思うわけですよね。そうするとねスムーズに会話がスタートするんですよ。ほんでそこからわーって喋っていくと話はいくらでも盛り上がるんです。で、あ今日も全然知らない業界の全然知らない苦労もしくは喜びそういうものを今日もいっぱい教えてもらったなって思いながら、自分なんてたかが小さな存在ですから、いろんな人のやっぱり体験談聞くって僕は勉強になるな。だけどやっぱり自由席とか指定席に座ってる人は普通の人多いんで、やっぱり聞いてても僕の物差しの中でこう測れるような話が多いんですね。でやっぱりこう普通の人やから話される話も普通の話なんです。でそうするとこの僕の物差しでもこうメモリがちゃんとついてる範囲内で話が聞けると理解ができるってことは、まあ勉強にはなってないってことですよね。で出会いの凄さは僕の物差しでは測れないような考え方とか僕の物差しのメモリでは足りないような人生観を持っているような人と出会った時とかに、ああ僕もこんな人間になりたいなとか、こんなことを考えられるような行動力のある人間になってみたいなとかって憧れからそういうのって始まっていくと思うんで、僕がある時ですね、やっぱ指定席自由席では普通の人しか乗ってへんかあかんわ思って、そこからグリーン車に乗るようになりましてですね、若い頃から贅沢なと言われましたけど、僕はね贅沢とは思ってなかったんです。自分の頭に対する投資って思ってたんです。名古屋から東京までやったら4000円余分に払えばいいだけなんで、だってグリーン車乗ると窓側の席行こうと開きませんよ。なんか隣ずっと開いたままやったらもったいないだけですから、通路側を必ず買うんです。そうするとね窓側に誰か座ってるんです。びっくりするような大金持ちが座ってますから、びっくりするようなプロ野球選手が平気で乗ってますから、でびっくりするような人並み以上の才能とか能力を持った人たちが平気で座ってますからね。ですからそこで友達になったらすごいでしょ。でそこでやっぱりこんにちはって言うとまたこのバリア張られるんで、でねグリーン車でも小銭を巻いてみたんです、ばらまいてみたんですけど飽きませんわ。グリーン車はね絨毯が引いてあってチャリチャリって音がせえへんのですよ。だからね小銭巻いても巻いても全く気づいてくれないんですよね。でこらあかんなと思ってね、グリーン車用のアクシデントをまた新たに僕考えましてね、でどういうのかって言いますと初級編からちょっと教えましょうか。ちょっとすいませんなとか言ってね、網棚の上にこの自分の持ってる荷物とかをこう乗せに行くんですよ。で乗せに行くとき、あ、ちょっとすいませんねとか言ってね、乗せに行くとき、わざとこのね、上着の裾を持ったまんま荷物をこう乗せに行くとね、この上着がふわーって広がるんですよ。このふわーって広がって、ちょっと外すとね、ふわーって広がったこの普通のジャケットとかやと、こう、ふわーって広がるでしょ。広がったやつが隣の人の顔にね、パタパタこう、当たるようにするんですよ。そうするとね、お隣の人がね、ああ、なんやこいつはな、なんやもうみたいなね、ああ、すいませんみたいなところからね、アクシデント作るんです。それで、ごめんなさいって謝りながら距離感ポンって縮めたるんです。そうすると、バリア張らんうちに僕話に溶け込んでいくんです。それとかね、足のある位置を確認しておいて、荷物乗せに行くときに軽く足を踏んでみるとかね、だから、開いたとか言われたところから、ああ、すいませんでここから始めるんですけど、だけどそこからですね、ちょっと脱いでいいですかね、ちょっとライトが当たってて、でもこれ脱ぐとなんか金魚すくいのお兄さんみたいにしてるんですよ。すいません、なんか毎日がお祭りっていうのが一応テーマなもんですからですね、もうこれ非常に便利でですね、東京の山手線とか乗っててもすんごい混雑してるのに僕の隣いつも空いてるんですよ ね座ろうとしてうーんってみんないなくなっていくみたいなですね、ですごく余裕でいつも移動ができるんでね、便利なところもあるんですけど、ですけどまあこれもう一つは僕中学とか、まあ、高校によく講演に行くんですけど、とっても偏差値の低い学校ばっかり呼んでいただくんで、偏差値の高い学校から呼ばれることはほとんどないんです。もうほとんどありません。もうその真逆の学校ばっかり、もう先生が手つけられませんっていう学校ばっかり呼んでいただくんでですね、でそういうところにスーツ着てネクタイ締めていくと高校生たちがドン引きするんです。ああ来た、頭の硬そうなおっさんみたいな感じなんですよ。でもこんな学校で行くとね、大
誰今日ヤクザ連れてきたのみたいな感じですよね。でもおもろそうやなちょっとみたいにしてね、こうね心つかむためにこんな格好でまあ行くんですけどね。で昨日も実は高校に行ってたんで、ちょっとその名残でちょっと申し訳ないなと思うんですけど、だからケーブルテレビ見てる方はこれが映った瞬間にあかん、いや変えようチャンネルって感じになるかもしれませんけど、ですけど僕まさにだけどその時にそのお金持ちの人とかプロ野球選手とか、でもプロ野球選手の方々がなさってる努力なんか頑張ってるっていうこと話の内容なんかね聞いてみてください。真横で僕の頑張ってるは決して頑張ってるじゃなかったって気づかされますから、ここまで頑張っててもまだ足りないまだ足りないと思って毎日生きてる人と、ああこんだけ頑張ってんだからまあええやろうと思いながら自分で納得しながら生きてる人とは人生が大きく変わりますよね。でもそれを当たり前にしてる人とね、袖触れ合うような距離感で巡り会えるんです、たった4000円 でそれで東京駅までねいろんなことを話していくんですけど、だけど東京駅でまあお別れしますよね。でありがとうございました、もういろいろ勉強になりました、でまたどっかでねお出会いできたら嬉しいですけどとかって、いや本当やいつもね自分寝てばっかりやけど君みたいな楽しい人と今日は知り合えてよかったわ、いや名刺交換でもしとるわ言うてこう名刺交換とかするんです。でまたなーっつって握手してね、またなーっつってじゃあどうもーっつって、でもねこれっきりみたいな顔しながらその人みんな向こう見ていくんですよね。もうホームから階段の方向いていくんですけど、僕はねその人の後ろ姿を見ながら、今からが始まりですからあなたみたいな、何がこれっきりですか今からですぜみたいな話ですよね。で僕そこで何やるかいうと、大体東京駅のホームでカバンからハガキ1枚取り出してね、今いただいた名刺を見ながら住所書くんです、ハガキ書くんですよ1枚で、まあ表の住所なんて1分あたかけますから、これ裏もねもうしょっちゅう書いてると大体もう文面似てくるんですよ。もう16両も連なるこの新幹線で1000名以上が平面移動しているこの新幹線で誰が示し合わしましたかあなたと私みたいなですね、袖触れ合うも多少のご縁なんて言いますけれども、何か縁があったんかな、僕はこんな話あんな話印象的な話がたくさんあるけれども、ぜひもう一度お会いいただけるような機会があれば、ぜひもっと質問したいことがお別れした直後に今思い浮かんでいたたまれなくなり今ペンを取っている次第ですみたいな、またぜひお出会いいただける機会を作っていただきたい。で最後がミソですよ、自分の携帯電話の電話番号を書いておいて最後に東京駅ホームにてって書くんですよね、東京駅ホームにてあなたと別れた直後に書いてますみたいな、でそれを東京駅の構内で郵便ポストに入れると東京駅っていう消印がドーンと押されて、翌日その方のデスクもしくはご自宅に僕からのハガキはたどり着くんです。みんなびっくりするんですよ、まさか昨日隣同士座ったあの若い兄ちゃんからハガキ来るとは思わんかったわ言うてね、ほとんどの人電話かけていくんです。で僕次の日に電話かけて、あいや昨日お会いした、いやもう早速お電話いただけたんですか、ありがとうございますみたいな話でしょ。でお前どうやまた東京にいんのか言われて、いるんですよこれがとか言ってね、今晩予定あるんかい、ないんですよみたいな、ご飯でも食べに行くかって言われると、ああもう遠慮しないのだけが僕の取り柄って言われてますからとか、もうね次の日に一緒にご飯食べに行ってるんです。あ出会いって皆さんどう思われてますかね、出会いって私には出会いがないとか言う人いますけど、いやあれそんなことないですよ、出かけていけば今日なんかでもそうでしょ、行こうか行かないかちょっと迷いながら来られた方も大勢いらっしゃると思うんですけど、でもね来て終わった後ちょっとやってみるといいんですよ、皆さんとね名刺交換とかすると、そうするとねゼロだった出会いの今までなかった出会いが今日始まりますって、出かけてくれば誰かと出会いますもん、そして名刺交換する。でもね普通の出会いは1回で終わっていくんです、2回会う理由がないからですよね。だから0を1にするのは実は簡単で、出かけていけば出会いは1作れます。でもこの1の出会いを2にするのが難しいんです。2回会えるとより深い話もできるし、よりいろんな話ができて、2回会えるとねもう5回会うのも10回会うのも簡単になるんです。1を2にするのが難しいから、僕は新幹線の中で巡り合った点の出会いを何かの線で結びつけていく、その線が50円でハガキ1枚なんですよ。でもこれやるかやらんかだけですから、僕の話今こうやって聞いてて、ほう確かにそれはすごいなと、なるほどなと思うでしょ。僕若い頃このハガキを書きまくったんですよ、とにかく
お店やってた時もお客さんが来てくださってお名刺いただけたりとかするともう必ずハガキが来ました。でそうするといやまた近く通った時必ず顔見に行くよ、お前の顔見に行くよ、そうやって言ってね、もうハガキ書いてハガキ書いてしてたら、僕33の時が一番ピークだったと思いますけど、あの今はですね名刺交換する数がもう半端じゃないもんですから、あのもう 1ヶ月の間にもう何千枚っていう名刺交換になってしまうんで、今は全員が全員には書けないんでですね、もう厳選した人にだけこう、まあ、厳選した人っていうのは主に子供なんですけど、そういう人たちにはこう書くようになるべくしてますけど、だけど33の頃は一番どん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 数が増えたのが年賀状ですよ。年賀状、僕昔年賀状なんて書いたことなかったんですよ、高校中学の頃。だけどあの頃から20代前半の頃から書くようになって、名刺交換する人たちに見事に書くようになったら、どん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 輪が広がって、33の時僕受け取った年賀状みかん箱で2箱と半届いたんです。わかります？元旦の日にみかん箱2箱半玄関前に積んであったんです。僕それ持ってきて積み上げたら自分の身長より高かったんです。もうね、お年玉プレゼントの懸賞なんか見てたら夏までかかりますよ。本当に当たってるとか当たって、でもその年ね、あの東芝バズーカーいうテレビも当たりましたしね、10万円の旅行券も当たって、でもって羨ましいから当たってください。その自分が出してるハガキの切手代だけで300万ぐらい使ってるんですから、自分も山ほど送ってますからね。ですから、だけど不思議なことに年賀状を受け取る数が増える、自分の出す年賀状が増えるとともに自分の所得が同じ比例の角度で増えましたね。それぐらい人生イコール出会いの数、人生イコール出会いの数みたいに僕はすごいそれを感じましたけど、だけどみかん箱2箱半の年賀状を受け取った時、僕ああ職業なんか何でもいいかもしれんなと思いましたよね。こんだけのつながりが全国にあったとすれば、僕はどんな職業についても多分トップセールスマンになるやろうなってそう思えるぐらい、なんか人生にね自信が持てるようになったんです。だけど僕はこんなハガキを書くってなこともある時、若い時三重県でですね、あの無理やりこういうセミナーがあるんだって言って無理やり僕は友達に連れて行かれてね、聞く気なんかかけるもなかったんですよ。もう最初から最後までずっと爆睡してようと思いながら友達の付き合いでこういうのに参加した時、ハガキを書けば未来が変わるっていうテーマの講演会だったんです。なハガキ書いて未来変わったらプロするかって言いながら最初座ってたのに、聞き始めたらなるほどなるほど、と思いながらね、もう素直やからですね、これはええことを聞いたわと思ってね、で僕はがき書く気満々でね、橋公演が終わった後外に出たら、僕以外の会場にいらっしゃる方の大半は外出てすぐに「でもよ」って言ってるんです。ああはね、ええ話やったけどさって、だけどこの年になって今さらハガキ書け言われてもなあ、言うたら、だって筆不精やし、俺は字も下手やし、忙しいからなハガキいちいち書いてなんてやってられんがな、そんなもん、そうそう俺かてそうさって言ってね、外出たらみんな自分はハガキを書かないという話を自慢げに喋ってるんです、みんなが。僕その時に、ああ人って不思議やな、お金払ってまで勉強に来てて、でええこと教えてもらった直後に「でもやーでもやー」っつって、できない理由を外で話し合ってるんです。年齢のせい、筆不精のせい、字が下手なせい、そしてこれは書かないっていう話みんなしてる時、僕それ聞いてて、ああこういうところにまた人生の分かれ道があるかもしれんなと思って、僕帰りにあのハガキ100枚買うたんです。コンビニでハガキ100枚買うて、書きやすそうなボールペンを買うところから、そこからハガキが始まったんです。そしたら人生が変わりましたね。いろんな人と出会うと必ずつながる、そしていろんな人たちが上のレベルで知っているいろんなことを僕に最短距離を教えてくれたり、僕が何かやりたいことに対してものすごいたくさんの情報とかを持っているような人を紹介してくださったりとかで、それで僕はもうすごい人生の最短距離を人から教えてもらいながらその後生きていくことになるんですけど、だけどあの時の分岐点は素直だったかどうかの話だけなんですよ。なんで今ね、今日縁あって来てる中学生の人60人ぐらい来てくれてるって言ってましたけど、もしあなたたちが素直なら、騙されたと思ってこのハガキだけやってみるといいよ。本当にまさか中学生の君からハガキ来るとは思わんかったわって、あと5、6年は使えるから、それ
高校生、まさか高校生のあんたが、今高校生はみんなメールやろって、そやけどあの子大したもんやで、はがき書いてきよって、これ見てみーなーって大人たちみんなびっくりするから。で、巡り合う大人たちがみんなあなたたちの応援団になってくれるんですよ。その縁を天の出会いで終わらさずに線につなげていく。そのつながった人からいろんな人紹介されると、点が線に、線から面が広がり出すんです。この面が広がり始めた時、本当に自分で自分の人生がね、止められなくなるようなことが僕は起こったんですよ。でもね、うまかいなと思って聞かずにね、そうか、そんだったらしばらくの間そんな名刺交換なんちゅうこともなかなかないけど、せっかく教えてもたんやからやってみようかなって、もし思ったら中学生の皆さんやってみて、10年後に僕のところへ多分泣きながら電話してくると思うよ。あの時聞いたことを実際やって、私はこんなにも人生が変わりましたって言って、僕のところへ多分泣きながら電話してくると思うから。じゃあ本当ですから本当に。でもね、ほとんどの人はやらないですよ。今はやる気満々でも、家帰ってね、いつものようにサンマの塩焼きでも食べ始めたら、やっぱ所詮俺はサンマの塩焼きさとかなんか思ってね、やっぱり普段の自分に引き戻されていくんですよね。だからね、そこでなんとかサンマの塩焼きに買っていってほしいんですけども、ですけど僕はまあ天性のというかね、持って生まれた唯一取り柄は、勉強はアホでしたけど、だけど人に迷惑ばっかかける人間でしたけど、だけど素直さだけは結構あったんですよね。で、これは田舎に生まれ育ったからだと思います。僕の田舎は三重県の宮川村っていうところで、この島原も田舎って皆さんおっしゃるかもしれませんけど、こんな大都会じゃないですよ。僕の田舎はもうね、日本一ね、日照時間が少ないんじゃないかと思うぐらい山が高くて谷が深くて、大杉谷渓谷って言われてるところで、最後まで日本狼がいたところなんです。僕の実家、うちの村 97% 山林っていう村なんです。 97% が山なんですよ。わかります？ 97% ですから。ほんでね、だって山以外のとこ 3% しかないんですよ。で、その 3% しかない山以外のところの 2% 点点点川って書いてあるんですよね。わかります？だからね、村の中のたった 1% のところに道がついてて、人間はちょろちょろっと住んでるだけなんです。もう猿、イノシシ、シカが圧倒的に多いんですよね。で、そんなところで僕生まれ育ったんですけど、ですけど唯一あれですね、何の田舎で生まれ育ったことと、もう一つは母親にやっぱりすごくこう人を喜ばせることが大好きな性格を作っていただきましたね、すごく。で、これは僕の母親が子供の頃から毎日僕に問いかけてくれたこと。僕はもうどんな素晴らしい塾に行くことよりも、あれが一番素晴らしいと自分でも今も思ってますけど、うちの母ちゃん、僕もあんな田舎なんで、もう遊びといえば鮎を取るとか、うなぎを突きに行くとかですね、なんかつくしやわらび取りに行くとか、なんかこの真ん中踏んだらカチャーってなるやつでタヌキ取りに行くとかね、もうカスミヤに張ってメジロを取るとかね、もうなんせ全てがこう動物とか魚とかとの追いかけ合いだったんですよ、ね、もう本当に毎日泥んこになって遊んで、でも帰ってくると、僕はただいまって帰ってくるとね、母親は必ず家にいました。で、必ず家にいて、僕が帰ってくると、おかえりってね、おかえりっていつもね、背ちっちゃでよう超えてるんです。もうね、歩くより転がった方が早いみたいな人なんです。でね、でもいつも笑っててですね、満面の笑顔でおかえりの後に必ず一言つくんです。おかえり、どうやったってこう聞いてくるんですよ。もういかにも楽しみに待ってたでっていう顔が顔に出てるんですよ。おかえり、どうやった、あゆはどうやったってこう聞いてくるんですよ。うなぎはどうやったって言って、そうするとね、とったがな母ちゃん、ちょっと見てくれこれ言って、どこそこのあの深いとこ潜ってってごっつい通るやろこれ言って、そのね、おお、お前は天才やな、お前は天才やな、毎日そうって言われるんですよ。そうか、俺は天才なんやとか思いながらね、ほんで自分が取ってきたあゆがね、一番大きいのはおじいちゃん、二番目のはおばあちゃん、三番目のがお父ちゃん、四番目がお母ちゃんみたいなね。で、いっぱい取ってくると近所の人に配る、近所の人に配る、そうそう、近所のおばあちゃんなんかね、ふみやくんありがとうな、あんたが取ってくるあゆはおいしいわ、あんたが取ってきてくれるうなぎはほんまにおいしいわ、もう天然やからな、あんたはほんまカッパみたいな子やなって言われててね、もう子供の頃ほんまカッパのふみちゃんって言われてたんですけどね、みんなに喜ばれるかな。だから次の日も川に行ってるとね、また今日も母ちゃんどうやったって待ってるやろうなと思うとね、せめておかんが思ってるより陽気とって帰ろう、いっぱいとって帰ろう、あのお母ちゃんまた笑顔で待ってるから、ともう毎日おかえりどうやったどうやったって、もう毎日これですよ。そのどうやったに答えるのが僕の日々の修行みたいなもんだった。だけどね、
それのいつの間にかね、待ってる人が思ってる以上のことをやってやりたいって思うようになったんですよ。これって家庭教育のすっごい大事なことだと思いません？一番身近な肉親のどちらかが必ず家にいて、そして満面の笑顔でお前の帰ってくるのずっと待ってたんやで、ほんでどうやった獲物はみたいな。だけど僕はおふくろの、ね、予測上回った最高記録は、夕方ウナギ捕まえる罠を夕方仕掛けに行って、朝の4時頃から起きてね、学校行く前に引き上げに行かないかんでしょ。でこうちょうどこれぐらいからウナギがよう取れるんですよね、これ6月7月ぐらいのこの三日月のね、薄っぺらい三日月の闇夜の蒸し暑い晩にウナギ騒ぎますでしょ。でね、あ今日は山ミミズやなとか、今日は土壌やなとかね、この湿気とか風向きとかによってこう餌を変えてですね、夕方罠仕掛けに行って朝4時頃から起きて引き上げに行くんですけど、大体毎回100本の罠を仕掛けに行くんですけどね、でも朝方4時頃から起きて引き上げに行った時、僕小学校の時の最高記録100本罠仕掛けて47本取ったことあるんです。すごいでしょ、天然ウナギですよ、手首ぐらいの太さ、ぐわっぐわって口開きながらこれでうおーおーでしょ、もう一人で4時5時から川で一人で興奮してね、これで持ってってる網の中に47匹入りきらんから、ない頭ひねって考えてですね、ズボン脱いだんです。その時ズボン脱いで裾をキュッとくぐって、こっちもキュッとくぐって、ズボンという名の袋に書いて、その中へうなぎ全部詰め込んで、川の中をズルズルつけながらうちまで帰って、朝6時頃ただいまって帰ったら、おかえり、どうやったってお前なんでパンツ一丁やねみたいな。いや母ちゃん今日はな、洗面器では収まらんから、たらい持ってこい、たらいよ言うてね、そのたらいにドロドロドロって47匹のうなぎがドロドロドロって出たら、おかんもうおお前は天才やなって、そうやろうみたいな感じでしょ。その時のね、おふくろの予測はまたったぜっていう時のこの子供心の達成感です。人を喜ばせるってことはなんて気分のいいことなんかっていう、それを僕は日常の中で母親に全部インプットされたんです。もうその性格は未だに変わりません。だから僕の本業は三重県の伊勢市でレストランやってます、ブライダルをやってます、そのレストランウェディングっていうスタイルで。だけど僕やっぱり新郎新婦さんがうちの結婚式のことを尋ねに来てくれて、でそのお二人の結婚式とか披露宴をさせてもらう、パーティーをやらせてもらうってなったら、もうね、もう普通じゃ絶対嫌ですもんね。普通でやるのはもう絶対嫌なんです。もうその人たちのお友達、恩師、生まれておぎゃーと生まれて今日までの間に巡り合った大切なお二人のご縁のベストメンバーたちがびっくり返るぐらいに感動させたいんです。もう涙ボロボロ溢れるぐらい泣かしてやりたいです。で肌抱えて笑い転げるぐらい楽しませてあげたいんです。さあから新郎新婦さんともう20回も30回も打ち合わせしますよ。そして縁あって来ていただいている皆さん方がね、もう料理何ぼ食ったか、俺はどんな料理食ったか覚えてないわ、嫁はんどんなドレス着てたなんかもう俺覚えてないねん。そやけどな、とにかく楽しかったし感動した。そしてお前たちがどんな思いで結婚しようとしてるのかよーく伝わった。困ったことがあったら俺とこいつでも行ってこい、お前ら二人のためならいつでも一肌脱いだる、あんたら二人の幸せのためなら俺いくらでも力になってやるぞ。僕はドレスを何着も着て、べっぴんやろ、綺麗やろ、金かかってるやろみたいなのを見せびらかす結婚式より、来られてるゲストの皆さんの心をわしづかみするような結婚式がやりたかったんです。でその来られてる皆さん方、何十人の方々が二人にとってこれからの人生の応援団になってくれる、それぐらいお金じゃないんだよ、お前たちの思いが好きだからって言われるぐらい心をわしづかみするようなブライダルを、これを毎回考えてやりまして、そして、まあ、もう15年ブライダルやってますけど、ですけどおかげさんですよね、いまだに僕ところのレストランではね、僕のいる三重県伊勢市っていうのは人口10万人の町ですから、ここの倍ぐらいの感じですかね、ちょうどここの倍ぐらいの感じでしょうけど、だけど田んぼの真ん中に僕レストラン建てて、そして、みんなから誰が田んぼの真ん中で結婚式なんかするんか言うてね、散々みんなに言われましたけど、で僕強引にやって15年やってますけど、いまだに独身の女性たちが読むようなああいう女の人向けの雑誌なんかによくブライダル業界はカラーの1ページ広告みたいなの打ちますよね。僕雑誌なんか一切載したことないんです。で新聞の折り込みチラシなんか一回も使ったことないんです。うち営業マンなんか一人もいないんです。今まで一回も雇ったことないです。僕たちは口コミのみでやってるんです。
だってお客さんが喋らずにいられなくなるぐらい感動してくださったら喋りまくってくれるんですよ、ノーギャラで。お前結婚考えてるんやったらね、そらいろんな派手なブライダルヘアは腐るほどあるけれども、まあ騙されたと思った。あのレストラン行ってごらん、あそこの連中がどんな思いで一軒一軒の結婚式を作り上げていってるかね、行って話を聞けば分かるから、騙されたと思って俺ついてったら言うてね、そうやって人が連れてきてくれるんですよ。これで年間スケジュール全部埋まるんです。土日祝日は仏滅以外全部埋まるんです。披露宴がだいたい60組ぐらいですかね。でパーティー形式でやるスタイルだと年間100組絶対やってますから、だからブライダルだけで106、70件はだいたいやりますかね。宣伝広告ゼロですよ、営業マンゼロですよ。だけど口コミのみです。公演が広がったのも口コミのみです。やっぱり人って絶対この頭で損か得かって考えてるだけじゃなくて、ここら辺のところに何か揺さぶられるなんか思いというか魂みたいなもんが僕は絶対あるんじゃないかなと思うんで、今日も手抜きすることなくちょっと一生懸命喋ろうと思うんで、あのね、だんだん僕興奮して喋りますからですね、お前熱いなーって一人ぼっちにしないでくださいね、なんかねなんか熱すぎてなんか皆さん引いていかれないようにだけお願いしたいなと思うんですけど、僕はそんな、ね、状態の素直だけやったんです、とりえば。で高校の頃悪さばっかしてて、だけど進路のことなんか何にも要決めんくてですね、だけど僕にはとても嫌味な兄が一人おりまして、この嫌味な兄は勉強ができすぎるんですよ。できすぎくんって呼んでたぐらいなんです、僕が。あんたできすぎるねんちょっとみたいな。で近所のおばちゃんはね、お兄ちゃんはできすぎくん、弟は残念な弟って言われててですね、本当に兄弟正反対と言われて大きくなりましたけど、僕はあの兄貴にやっぱりすごく大きな影響をまたいただきました。うちの兄はめちゃめちゃ勉強できたんです。めちゃくちゃ頭良かったんです。国公立楽勝でどこでも入っていくんちゃうかっていうぐらい有名私立楽勝で入っていく自慢の息子だったんです、うちの両親にしたら。兄貴は自慢の息子で、弟は心配な息子ですよね。でそのもう正反対だったんですけど、でもうちの兄ちゃんすごいカメラマンになりたいっていう夢がありましてね、で俺は大学なんて興味がない、カメラマンになりたいって言って超一流のカメラマンの先生のところに何遍断られても、高校の時にね、頼みに行くんです、弟子にしてくれ、アルバイトして金稼ぐと東京行くんです。で断られて帰ってくるけどね、平然とした顔でまたアルバイトして同じ先生に会いに行くんです。で断られて帰ってくるんですけど、またアルバイトして同じ先生のとこ行くんです。兄ちゃん、あんたもう断られてるんやから諦めたらって僕言った時、アホかって、アホやなお前って僕に言うんですよね。俺な、常識で考えたら無理なこと分かっててやってんねんやって、そんなもん俺みたいな高校生が直接言ってな、おおそうかお前えらい思いがあんねんな、ほんなったら卒業したらうち来いやって、誰が言うかそんなもんって。俺は無理なこと分かっててやってるって。だけどな、常識で考えて無理って言われるようなことやってんの分かってるけど、でも常識で考えて無理っていう壁を打ち破っていこう思ったらね、情熱しかないんやぞって名台詞だと思いません？常識で無理と思われてる壁を乗り越えていくのに必要なのは情熱だけや。まあ見とれよ、俺がこのペースで10回通えばね、あの先生口調が変わるぞ、お前そこまで本気なんかってきっと言い出す瞬間が来るって。20回通ってみ、俺に才能がなくとも能力がなくとも、でも俺の一生懸命さでお前はどんなことも乗り越えてやっていくんじゃないか、その情熱があればって、そうやっていつか認めさせられる俺自信がある。常識で考えて無理なことは分かっとんねんと、まあ見とれってそう言いながら兄貴通い続けたんです。だけどうちの兄の情熱が常識の壁を破りましたね。喜んで帰ってきました。そしてよかったな兄ちゃん、あんたすごいわ言うてね、もう湧いてくる思いを抑えられないんですよね。高校生ってこういうことなんやと思いましたよね。中学生の俺には分からんけど高校生になったらこういうことなんやと思ってたんです。3つ違うからですね。でそのことを初めてうちの兄が両親に打ち明けたら大反対されました。お前なカメラマンなんか飯食っていけるわけがない、そんなもんは氷山の一角だけなんやって、お前の行ける大学に行ってみろ、人生の選択肢がどれだけ増えると思ってるんか、アホかお前言うてね、カメラマンになりたい兄貴の思いはもう完全否定されたんです。だけどそこまで通い詰めるような兄ですから、そんなこと言われるの分かってて、だけどね一点張りなんです、俺の人生やから
好きなことをやらせてもらうって俺の人生なんやから、今まで育ててもらったことには感謝してるよって、だけどやりたいことがしたいんよ俺は言うてね、そしてもう親子問答がずっと続きました。だけど僕だけ中学3年生で一人冷静に見てたんですけどね、まあ両方の言い分がわかるなと思いながら、だけど最後にうちの兄は親子喧嘩を終わらせるセリフを吐きまして、それはですね父親に向かって言ったんです。お父さん、俺はねいろんな人生があると思うけど、たった一つだけこんな人生だけは絶対に歩みたくない人生が一つあるって。したら両親身に乗り出しましてね、おう、なんやねんお前の言う嫌な人生どんな人生や、たった一つって言った時、うちの兄貴親父に向かって、お父さん、あなたみたいな人生ですよってこう言ったんですよね。と思いましたね僕その時に。直接本人に言うかみたいな感じでしょ。親父何言われたかわからんようにしてるんですよ。でお袋間髪入れずに頭どつきに行ってね、お前なんちゅうこと言うねみたいな話になるでしょ。だけど兄貴ねひるみませんよ。だってお父さん後悔してるんやろって、ほんま若い時やりたいことあったのになんでお父さんやらんかったん、おじいちゃんに反対されたことはわかるさ、あんな厳しいおじいちゃんを乗り越えることは大変やったと思うよって、でもね家ですらよかったやん、どうしてもやりたかったら、あんな親捨ててでもやれよかったやん、ほんまにやりたいことあったらさって、俺小学校とかお父さんは我慢して生きてる人やってずっと思ってたって。お父さん酒ちょっと飲みすぎた時やね、友達が遊びに来てはる時とかにね、俺はほんまは夢があるのに、俺はほんまはやりたいことがあるのに、親父があんな親父やからじいちゃんのせいにしてね、お父さんいつも自分の夢を諦めてた、それをね後悔しているようなことを友達や酒飲んだ時にいつも愚痴こぼしてるお父さん、俺小学校のとこから見とんねんやって、なあお父さん、自分の息子にも親の都合でレール引くようなことするかって、俺の人生なんよ言うて、頼むわやらせてくれや言うて、もう懇願ですよその後は。そしたらね親父ももうブチ切れてね、お前に俺の何が分かっとんねんみたいな話から逆切れしてきてね、でも親でもなければ子でもないっちゃ話にどんどんエスカレートしてきて、最後の最後にはもうねなんかねタンスの引き出しから腹減っとんか大丈夫かいいですよ、あの僕全然気にしませんから追ってくださいね、上がってこい、こっち来い、ここにおったら退屈せんぞみたいなでね、あのあれですよ、気になるな君の話がだけどその時ね、うちの兄貴ね、あの兄貴でね、親父はその最後にね、もうタンスの引き出しからへそくりみたいな10万円ぐらいのお金をパッて取り出してね、座ってる兄貴にもう好きにすんなら好きにせー出てけー言うてね、10万の金兄貴にバーンってぶつけたんです、座ってる兄貴に。そうしたらバーンってぶつけられながらね、金散らばるでしょ。そうしたら兄貴ぶつけられた直後に涼しい顔してその10万の金ね拾い始めたんですよ拾てるなと思いながら僕見てたら、この拾った10万円2つ折りしてね、親父に向かって最後に吐いた捨て台詞が何だったかっていうと、お父さん出ていく言うてんのにこの金もらってってええんかなそう言いながら堂々と家出ていくんですよ。でその時中学3年生の弟の僕の目の前を堂々と10万円の金をポケットにねじ込みながら、僕に V サインまではしませんでしたけどねV サインまではしませんでしたけど、予定通り予定通りみたいなね、そんな顔で出ていくんですよ。僕その時の兄貴の出ていく姿見て鳥肌ブワー出ましてね、これが高校3年生かと思いました。僕は今中学生やから何も湧いてけえへんけど、高校行ったらあんな思いがボコ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 俺も湧いてくるんだと思いながら、僕ものすごく楽しみにして高校行ったんです。全く湧いてきません全く湧いてこないんです。忙しいんですよ、単車は乗りに行かなか、万引きは行かないか、覗きには行かないか、いろいろ忙しいでしょ。そんな夢なんて湧いてる暇ありませんよね。毎日が楽しいの連続でしたからね。それでね、だけど僕あの兄が出ていく姿見て、さけどその後僕は高校になってからもう兄貴にね、あの給料ビビたる給料です。で労働時間なんかもう合ってないようなぐらいなんです。もう丸3日間拘束され続けてるとかでね、もう家1週間帰ってないとか、そんなんしょっちゅうなんですよ。その兄貴に僕は心配で電話をかけると、兄貴は弟の僕に一度も言わなかったですよ。いやもう給料が安いからやってられへんねんとかね、もう労働時間が長いからきついわ、同級生の普通に勤めてるやつらは楽でええわ、俺らお前こんなんやでこんなんやで、ほんまけにこんなきつい上昇ってこうであでどうでな、聞いてくれるか。弟の僕に不平不満一回も言ったことないんです。
必ず僕がそうやってね、しんどいやろ、大変やろってこうやって誘い水出すんですけど、兄貴は僕に笑いながら必ず言いましたよ。はは、でもしょうがないがな、俺はだってやりたいことやってんやから、しょうがないがな、やりたいことやってんねやから。僕はこの一言を聞くたんびに思いました。そうなんや、人生はやりたいことを探さなあかんのよって。でそれが分かれへんと思ってね。だけど僕高校3年になった時、あの中学生の皆さんももうじき経験しますよ。高校3年になったら進路っていうものが目の当たりにきます。でもね、冷静に考えたら簡単なんですよ。大きく分けたら3つですから。大学もしくは短大に進学する、もしくは専門学校に行く、もしくは就職する、この3つですから。結局この3つですからね。だけど僕ね、大学行く理由がないんですよ。弁護士になりたいなら大学行かにいかんですよ。医者になりたいなら大学行かないかんけどね、何になりたいかわからんのに大学行ってたって授業料もったいないだけでしょ。でどうせ僕なんか大学行っても遊ぶだけですもんね。分かってました。でもね、名前かけたら入れるような大学しか行けるところなかったですし、そんなんもう金の無駄やなと思って、もう大学はまずなかったんです。そして専門、あの就職もね、近所で働きゃそれでええかってもんでもないんちゃうかな、兄ちゃんみたいにやりたいこと見つけたいと思ってて、で就職もなんか陽気見切らんし、で専門学校って言ったら僕の同級生の一緒のアンポンタンたちはね、みんな専門学校選んでるんですよ。こんな分厚い全国の専門専門学校が載ってるね、ページめくりながらね、おいこの学校行ったらお前就職率が 85% って書いてある、いやこっちの学校なんて就職率が 92% や、こっちは 96% や、ほぼ全員やんけ言うて、俺でもどうにかなるぞ、えらい楽そうなカリキュラムやし、どうやしこうやし、みんなね楽か損得かみたいなので、おい行きゃどうにかなるぞ、おい行きゃどうにかしてくれんぞ、金払って行くんやから向こうかってお前プロやろ、もうね入学する前から依存なんですよね。言っときゃ先生たちがどうにかしてくれるさ、俺なんも考えてないけど金払って言ったらどうにか育ててくれるんだろうみたいな依存なんですよね。でページめくりながら、こっちの学校の方が得やぞ、こっちの学校の方が得やぞ。だけど僕ね、あの時ね本当に違和感ありまして、お前ほんまにペットの毛切りたいんかって、猫の爪切って超快感とか思うのみたいな、お前ほんまに人がいれば作ってもうたまりませんとか思うのみたいな、もうしょっちゅうそうやって友達に聞きましたよね。やりたいんかそれがっていうぐらいね。だけどね、いやでもやりたいかどうかわからんけどとりあえず決めとかにゃって言って、お前人生とりあえずページめくって決めるんかいなみたいな、兄貴とは全然違いましたよね。だけど僕これは違うと思って、結局ねそんなこと言ってたら卒業までに病気めんかったんです。陽気めんかったけど兄貴に憧れてたんでやっぱ東京行きたかったんですよね。で東京に行く理由がないんですよね。まあ担任の先生は担任やからまあどうにかなったんですけど、親がですよ、僕が東京行く言ったらもう大反対するんです。お前みたいな横着者東京なんか絶対やれやん言われてね、大反対なんですよ。一生懸命ヘリクツこねて説明してもね分かってくれないんで、こらえてたんですよ、こらえてたんです。あれは言うちゃいかん、あれは言うたあかん、あれは言うたあかんと思ってねこらえてたけど、やっぱしあれ言わない出てかれへんわ思ったんでね、もう最高のタイミング見計らってね、あの僕ねお父さんみたいな人生嫌ないよなみたいなそうしたらその瞬間に親父のグーのパンチ食らいましたよね。お前と兄貴では言うてることの質が全然違う言うてね、僕ねあれさえ言うたら10万円の金ぶつけてもらえると思ってましたから、その10万を軍資金にすることしか考えてなかったんですよね。結局ね10円の金もぶつけてもらえんかったんですよね。で結局家飛び出さなしょうがないなって家出するんですけど、だけど家出して東京行ってね、兄貴のとこ転がり込んでもさて何にもスタートしませんよね。だけど親父が慌ててね自転車分解して送ってきたんです僕とかへ。なぜか自転車泥棒するといかんと思ったからなんです。僕大きな段ボール届いたからテレビのドラマでよう見るがなこれと思いましてね、絶対おかんの作ったなんか手編みのセーターとかねおかずの煮物とか入ってて泣くんやと思いながら広げてみたらチャリンコ分解されて入っててね、アホかと思ったら手紙が貼り付けてあって広げてみたら親父の筆跡で書いてあるんです。一行だけ、東京まで行って自転車を盗むといかんからって書いてあるんですよねみたいな感じでしょ。でもね僕ねやることないから組み立てて乗れるようにしたんですけど、ブレーキ全然効かないんですよね。でブレーキ効かんけどまあちょっと走って出かけるぐらい大丈夫や思ってね、走って出かけたら田舎もんですから、もうマクドナルド見るだけでドキドキするんですよ。もうセブンイレブン見るだけでハッ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 て過呼吸になるみたいな感じで、もうビルが高いとうーみたいな感じですよね。
そんなんしながらね、東京見物みたいに走ってたら、ごっつい大きい公園出てきましてね、その中サイクリングコースになったんです。でサッカーやったり野球やったりしてる子供ら陽気おって、あたり広いから登って下って登って下ってしててスピードバンバン出てるんですけどね、広いから怖くなくて調子に乗って走ってたら、公園が終わったその先に博物館出てきたんです。僕博物館って思い込んでて、塀に閉ざされてるけど門が開いてて、両側に何かお人がお二方何かを持って立ってらっしゃるんですけどね、まあ、あんま気にしてなかったんですよね。で猛スピードのまんまでその博物館とおぼしき施設内を見てバーって突入していったらね、うーってサイレンになるんですよね。ほんでうちの田舎ね、夕方5時になると子供らぼちぼち家帰れてサイレンになりますけどね、東京も何のか5時にもしかしてみたいな。そうしたらね、緊急事態発生、緊急事態発生って放送で言うんですよね。何が起こったんかなと思ったらね、そこの自転車止まりなさいって言うんですよね。あたり見たら僕しかおらへんのですよ。俺かいな自転車って、俺かと思ったら止まれ止まれって言うんですよね。だけどね、ブレーキ効かないでしょ、止まられへんと思いながら、足の摩擦でようやく速度緩めて止まったあたりでね、四方八方から腰の拳銃に手をかけたおまわりさんみたいな人が10人ぐらいブワー出てきたんです。で僕そのまんま加害締めにされて取り押さえられてね、でそこで聞かれました。貴様何の目的があってここに入ったとか言われてね、何の目的みたいな話でしょ。目的って言われてもなーって言って、何ですかって、僕博物館かと思ってとかったら、博物館ではないとかって怒られて、そこ実はね、どこ突っ込んだかというと防衛庁っていうところやったんですよね。そら国家機密盛りだくさんの防衛庁の施設内でいきなり真っ昼間からね、チャリンコでね、止まらんやつ来たらね、そら自爆テロかなんかと勘違いしますわね。でそのまんま僕取り調べ室連れていかれて、えらい目に遭ったんですよ。行くやいね、東京初体験防衛庁突入からですから、なんやこれと思いましてね。ほんでね、名前は住所は電話番号から聞かれてもね、また出てきたばっかりで住所覚えてへんし答えられずにいてたら、そしたらね、お前住所不定かとか言われてね、違う言うてんのにね、出てきたばっかしなんや言うてんのに。でも結局ね、僕の無実が証明できなくて、で結局あのご両親に尋ね落ちことになって、僕もうそれだけはやめてた、もう親元離れて今日から一人で生きるって昨日誓い立てたとこなんですみたいな、今まで散々親に迷惑かけてきたけど今日から一人で生きるって決めた矢先にね、防衛庁から電話かかってきたら、お袋腰抜かすでしょ、さから頼ます言うてんのに電話するんですよ。そしたらこのまた防衛庁の人の喋り方が普通じゃないんですよね、と特殊な業界用語を使うわけですよ。口調が変なんです、こんなんですよ、こちら防衛庁の高校ですがと、これからする質問は国家命令だと思って厳粛に受け止め、かつ正確に答えることを誓えるかみたいな、普通に喋ってよみたいな感じでしょ。もうお袋それだけでビビりまくってるんですよね。ほんで生まれてから今日までの僕のこと全部説明してくれたおかげで、まあ無実は証明されるんですけど、さあけどもう5本の指は全部10本とも防衛させられて、写真もみんな撮られて、二度とここには立ち入りませんっていうテーマで作文まで書かされて、何してんねん俺みたいな感じでしょ。ほんで散々怒られてですね、やっと帰らせてもうたんですよ。もう辺りプラーなってきてて、でもうご迷惑かけました、もう二度と来ませんとか言うて、でもうねこんなチャリンコ乗っててまたどっか突っ込んで撃たれたらかなわん思ったんで、もう来た道ね押して帰ってたんです。そしたら前からおまわりさん歩いてきたんです。別に僕何も悪さしてないから堂々としてればいいのに、高校時代にいろんな経験がありますから、この警察官との距離感が近づくほどに近づくほどに、普通にしてよ普通にしてよ普通にしてよと思ってるんですけど、距離が近づくとこれ不審な感じ、怒られてくるんですね。そしたら警察官にちょっと止まれって言われましてね、君この自転車どこでかっぱらってきたんだって言われて、出たと思ってですね、勘弁してくださいよ、これ俺のですから言うて、親父が分解して送ってきよって、こうでこうでああでこうでどうでこうでって説明してる間中、おまわりさんニコニコ笑ってね、って笑いながら最後に、自転車泥棒はみんなそうやって言うんだよって詳しいことは署で聞こうかいうことなんて、そのまま警察へ連行されていきましたね。なんでやねんみたいな話でしょ。それでね、名前は住所は電話番号は、こんなこと2つ続くと思ってませんから、さっき母ちゃん言うてたやつ控えといてないんですよね。これ答えられずにいてたら、おまわりさんご両親に尋ねようってことになりまして、って防衛庁から電話かかった15分後ですもん、まだあれから15分しか経ってないんですよ。ほいでおかんいつものようにはいはいって出たら、今度はあこちら目黒警察署ですが、はぁみたいな話でしょ。変わったらもうお袋泣いてるんですよ、もう帰ってこい言うてね
お前は山におれみたいなこと言う。でも母ちゃんまだ何もしてないねん俺みたいな。たまたまチャリンコ乗って出かけたらたまたま防衛庁で、その帰り出くわした人がたまたま警察官やっただけなんやみたいな。さけどね、そんなんから始まったんです僕の人生。さけどね、あの時あのお巡りさんと僕は出会わなければ僕は講演をする人生には繋がってこないんですよ。あのお巡りさんに出会わなかったら僕はあの師匠に出会わないんですから、絶対出会わないんです。ってことはあのお巡りさんとの出会いも僕の人生の必然なんですよ。出会いは全部意味がありますからね。失恋も何もかも全部意味があるんです。そこで学べるか学べないかだけですよね。僕本当ね、お巡りさんとの出会いで自分の人生がそこから変わっていくんですけど、だけどね、思いましたよね。その時にね、友達ができるか結構不安だったのくせに、取り調べ室でね、お巡りさんと先も防衛庁突っ込んで俺撃たれそうになってって話してたら、鼻抱えてお巡りさん笑ってね、おもろいやっちゃなお前言われて友達になったんですよ。友達できるか結構不安だったのに、こんな心強い国家公務員といきなり友達になれたなと思ってね。でも辺りも真っ暗になってしまって道わからんかったから、最後パトカーで送っていただいたんですけど、また別れ際にこの人がいらんこと言うたんですよ。お前これからいろいろ不自由なことや困ることあるだろうからな、相談ぐらいいつでも乗ってあげるから、まあ遠慮せず電話してこいよって、遊びに来いよって言ってくれたんです。あ、そうなんやと思ってね、僕それそのまま真に受けて次の日から毎日警察遊びに行きますよね。毎日警察だって友達がいないんだもんみたいな感じでしょ。毎日警察遊びに行ってたらね、ええ加減お前働けって言われて、ここでね、警察官が一生懸命僕のアルバイトを探してくれるようになって、これで2つ見つかったんですよ。1個がね、昼間働く土木作業員ですよ。昼間ね、日雇い妊婦で働く土木作業員、もう一緒に働いてるのもおじさんかおじいさんか区別つかない人ばっかり、黒光りした人ばっかり、にーって笑うと歯が残ってないです、みんなはーって吐き出す息がなんか黄土色みたいな人たちなんですよね。ほんでね、だけどね、このおじさんたちがね、僕が高校3年間で最もよく使ったセリフを頻繁に使うんです。どんなセリフかお教えしましょうか。いや、どうせ俺なんかがさ、どうせ俺なんかさ、僕が高校3年間で一番よく使ったセリフなんです。それを5、60代の人が、いや、どうせ俺なんかがさ、どうせ俺なんかがさ、でもそれ聞くたんびに、それを言わずに生きる方法がないのかと思うぐらいですね。本当になんか僕焦りを感じましたよ。だけど全然面白くないし、仕事大変ですし、甲冑ってもらう給料知れてますわ。でその金増やそう思うとパチンコ打つしかなくて、負けるまで打つでしょ。さあからもう常に貧乏のスパイラルから抜けれなくて、で結局もう一個アルバイトやりだして、これはまあドーナツ屋のアルバイトでね、なんかあの似合わない帽子かぶって似合わない制服着て、こちらでお召し上がりですか、持ち帰りですかみたいな、フレンチクルーラーが一つみたいな、なんかいちいちこんなになりながらやってて、まあでもまあこのドーナツ屋はまあ首に僕なるんですけどね、なんかあの夜中の2時になるとね、まだ食べれるのドーナツも全部捨てねえかんのです。新しいのにみんな入れ替えねえかんって言うんで、まあ衛生上の問題があるんだと思いますけど、だけど僕田舎の子やから、あんな食べれるもん捨てたら神さんからバチ当たると思ってね、こんなんまかま思ってね、よう捨てんかったんですよね。捨てたふりして、捨てたことにして箱へ全部詰めといて、で次の日の大学で、次の日どっかの大学のキャンパス行ってね、1個50円で売ったら飛ぶように売れるんですよね。で大学生のみんなに超喜ばれましてね、お前また持ってこい、また持ってこい、そうなあ、そうなんみたいな話で、臨時収入は入るし、物はもうじき腐るから早く食べてねみたいなことを言いながらね、わかったわかった大丈夫大丈夫とかって言われてね、臨時収入入るし、金ない大学生に喜ばれるしね、物捨てずに済むし、でもそれがいずれバレるんですよね。バレて本社の人に怒りまくられてね、ほんで結局まあその後レジで遊んでたのまたバレて、まあそんなこんなでドーナツはクビになりましたけど、ですけどそれぐらいまともなことがまともにできないええ加減なやつが、そんな頃におまわりさんに連れて行ってもらってた焼き鳥屋で、僕はまた可愛がられて馴染みになって、しょっちゅう片付け物とか洗い物とかを手伝う代わりに夜食を呼ばれたりするようになった、その焼き鳥屋にしょっちゅう通ってたある日ですね、僕の人生を180度変えてくれた師匠と出会いました。この人はまあこの長崎のお隣、あ、接点はないのかな、あ、それこそ島原からやったら海隔ててすぐそこ の、 あの熊本出身の方ですわ。体が大きくて、頭が大きくて、顔が大きくて、
声が大きい人でしたわ。ほんでね、もう独特の熊本弁というか九州の言葉ですか、最初何を言ってるのか全然わからなかったです。もうギャンばっかり出てくるんですよ、ギャンばっかり。あの長崎の人はガンって言いますよね、ソガンとかアガンとか言いますよね。だけど熊本の人はみんなギャンですよ。もうソギャン、コギャン、アギャン、ドギャン、あの活用形の差は何なんですか。アギャンとソギャンはどう違うんですか。距離感の差なんですかね。ソギャン、コギャン、ドギャン、アギャン、わからないですよね。で道尋ねても、うん、簡単パイ、ギャンいて、ギャンいて、ギャンいてって、はぁみたいなね、道説明するのもギャンですもんね。よう分かれへんなみたいなね。お魚、魚釣り行ってらっしゃったそうですけど、どうでしたかって、うーん、ギャンタイってどれぐらいの量な、どんな量なんやろみたいな感じでしょ。もう僕最初ほんま言葉になれるの大変やったんですよね。そうだけど、この人に僕はね、生きる術をほんま教えてもらいましたね。夢のない人間の生き方を。ちょっとすいません、僕もあまりにも皆さんが笑ってくれるんで、笑い話ばっかりしてたらもう時間がどんどんなくなって、ただの寄せ聞きに来てるみたいになってしまいましたね。ちょっと頑張って一生懸命ちょっとええ話しますわ。ちょっとあのケーブルテレビの人、あの今までのカットしてくださいな。お前ただの話しかかって言われますわちゃうんですよ本当、こんなんじゃないんです本当は。でもあんまり笑ってもらいすぎますよ、つい調子に乗ってしまいました本当ですけどね。僕はその師匠と巡り合った、この師匠は何やってた人かって言いますとね、軽トラに果物や野菜を積んでそれを売り歩いて行商をやっている人だったんです。当時年齢は26歳でした。僕は18歳です。26歳で軽トラに野菜果物を積んで売り歩いてる。最初職業を聞いた時はなんじゃそれと思ったんです。俺のやってる土木作業員やドーナツ作りと大して変わらん仕事やんと思ったんですけど、この人の魅力イコール何だったかって言いますとね、とかく世の中は何をやってるかっていうので人間を瞬時に判断する癖がありますでしょ。なんか何やってる人か分かんないけどある程度喋ってて、ところであなた何やってる人なんですかって尋ねた時、あ、私ね一応これでも弁護士の端くれでしてとかって言った瞬間、皆さんおお弁護士みたいになりません？でその瞬間から言葉遣いが変わってしまうとかありませんかね。弁護士言うだけでワオみたいな、医者き医者言われたらヤオみたいな感じでしょ。もう言葉遣い変わっちゃうみたいな。だけど八百屋の行商って言った瞬間、なんだそれってなんでそんな仕事なんみたいな感じで、職業のネームバリューで上とか下とか人としてみたいなことを判断することあるでしょ。そういうこと、僕まさにそうだったんです。だけど僕が師匠に教わったことは、職業で人間が判断されがちだけれども、本当に必要なのは何をやってるかじゃなくて何のためにやってるかや。やってるのは行商だけれども、行商で一生終わるわけじゃないんだ、この先に俺は描いているものがあるんだっていう、あくまで今の踏み台として行商をやっているんだという、まあ、話なんです。この人は一度過去に事業に失敗して借金丸けのところから八百屋の行商で這い上がってきている途中の人だったんです。で昔自分が事業をやって社長してた頃は、学生ベンチャーで起業してた頃はバンバン金稼いですごい儲けて、だけどその時ね、うちの師匠はロレックスの腕時計を19、20歳の頃からね3つも4つも買うて、ブランド物のバッグはいくつも買うて、でエルメスだ、あのアルマーニだ、ベルサーチだみたいな生地でオーダーメイドのスーツ散々作って、車を当然ベンツに乗って、で1台のベンツだけで物足りんからもう1台マーキュリークーガーって会社買うて、俺は当時事業をやって金を稼いで金を稼いで一生懸命働いて金を稼いだ結果、その稼いだお金のね、いくら稼ぐかという入り口ばかりにとらわれてた。だけど本当の人間の値打ちはね、お金の出口に全て出るって。俺の当時の出口は、物買うて、時計買うて、カバン買うて、服買うて、車買うて、物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 買うて、誰かと比べて幸せそうなふりをして喜んでただけなんやって僕にそう話し始めたんです。人間の悩みの大半って何か知っとうか、他人との比較なんやって。人間はね、あいつはあんなんやのに自分はなんでこんなんなんやとかね、あの人あんなにストレートの綺麗な髪やのになんで私生まれつきくせげなんとか、よそのあそこの家の子あない勉強できんのにうちの子なんでこんなどんくさいの、みんな人と比べて悩みを抱えてるって。でもその人に勝つために俺たちが生きてるんじゃないだろう、
俺はだけどね、人の目が気になって気になってしょうがなかった。だから物を買うて物を買うて、俺一人だけが喜ぶものに金を全部使って、人からチヤホヤされて喜んでた。だけど完全に天狗になって増長してたら、22歳の時作った会社が全部倒産して、俺は借金だらけになってな、でどん底まで落ちてな、地獄を味わったさって。だけどそこから俺八百屋の行商で這い上がろうと思ってな、だけどこの後自分は飲食店をやっていきたいんや、飲食店を手に入れたい、世の中に必要とされるお店を作って、自分は店舗を増やせられるような、そういう事業家にもう一度なりたいんやっていうような話をね、その時2時間ぐらいかけていっぱいいろんな話を聞いたんです。僕最初土木作業員じゃないや、その八百屋の行商って聞いた瞬間からなんじゃそれと思ってた人なのに、聞いてるうちに聞いてるうちにそのまんま僕に当てはまったんですよね。僕高校の頃からすんごい格好つけて、言ったらですね、高校の頃からもう兄貴のとこ行くとか言っときながら、でも憧れがものすごくありまして、ルルプ東京とか穴開くほど見てたんです、僕でね。高校の頃から超ブランド男だったんですよ。もんなアホなことばっかりしときながら、それでもアルバイトしてね、で万引き品物を売ってまた儲けたりとかね、下宿でラーメン作って売ったりとか、いろんなことして金儲けて、それで金儲け好きやったんでしょうね。だけどそれで稼いだお金で大阪までバーゲンに並びに行って、高校の時学生服の下に着てる T シャツ7800円とかの T シャツ着て高校行ってたんです。もう暑くもないのに上着を脱いで、ここになんとかかんとかって書いてあるロゴを女の子に見せたいだけなんですよ。ピヨピヨピヨみたいにしてね。ほんでもう靴下のこの裾のところからね、ブランドのロゴが見えたら、中村君靴下までおしゃれみたいな、一足3500円の靴いつも履いてました、靴下。今これ島村で4足780円ね、もう親指のとこ透けてきてますけどね、でも全然今気にしてません。だけど昔はね、本当に学生服の上に着ていくスタジアムジャンパーは58,000円、ベルト18,000円、靴48,000円、そんな靴履いて学校行ってたんです。で高校のとこからルルブ東京山ほど見てて、頭の中でイメージしてました。東京行って最初は貧乏暮らしでも、やがて良くなれば僕のクラス待ちは渋谷と横浜をつないでる東横線、東急東横線沿線沿いで暮らすって決めてたんです。渋谷から自由が丘までのところに暮らすって決めてたんです。服は代官山で買うって決めてたんです。働く場所は南青山か表参道って決めてたんです。で仕事が終わった後一杯飲みに行く街は六本木って決めてたんです、高校の時から。それはなぜかっていうと、久しぶりにお盆とか正月とかゴールデンウィークに三重県に帰ってきた時、同級生に聞かれるからです。おいふみちゃん東京はどうねって聞かれるんです。おいお前遊びに来いって、東京にお前朝まで眠らん待ちぞ、お前こんなんだ、あこの服はこれは代官山でこうた服でこうでこうで、いや夜の六本木はこうだ、ええのおいって言われたかっただけなんです。これを言われたくて東京に行きたかったんです。羨ましがられるライフスタイルが送りたかっただけなんです。わかります？僕は夢をいつもファッションにしてたんですよ。こんなことしたいんだ、お前素敵な夢があっていいね、素敵な夢があっていいねって言われるから夢を無理やり見つけようとしてたんです。だけどね、本気で夢を追いかける人間と夢をファッションにだけしてる人といますよね。僕その典型でした。でむしろ僕は夢がなかったですよね。なのに無理やりそんな見つけたってファッションにしかなってなかったんです。だけど僕その師匠に巡り合った時に、本当に頭から雷落ちるぐらい衝撃を受けまして、と同時にいろんな話を聞いている中で、僕の体中のスイッチがパチパチ音を立ててスイッチが入る感じがしまして、そこから僕師匠に弟子入りしていくんですけどね、弟子入りしていくんですけど、そこから僕はもう本当に夢のない人間の生き方としてこういうのがいいんじゃないかなっていうのを自分が実体験で学んだんです。でそれは夢のない人間ね、3種類ありますよね。夢があって、本気で追い求めてるっていう夢をちゃんと持ってて、それに向かってストイックに本気で追いかけてるっていう生き方を生きる人と、さっき言いましたように上っ面だけの夢をファッションにしてる人、何もやらないっていうパターンの人、そして僕みたいなのは夢がないんですよ。するにでも、ね、夢がないやつは夢をファッションみたいにすんなって、それよりもこう言われましたよね。夢のないやつはお前はね、人を喜ばせろ、人を喜ばせて縁をつなげていくことなんや、人から可愛がられる人間にならなあかんっていうことを言われて、それで僕はですね、師匠に
もう本当にこの師匠厳しい人でね、熊本というか九州方面の方、ああいう方多いんですかね、なんかこう口より先手が出るみたいな人ですよね。それで僕はもう簡単なことなんですけど、4つの小学生でもできるようなことを師匠に刷り込まれました。1つ目はですね、俺中学生のみんなをちょっと覚えておいてほしいわ、なんか社会に出た時にね、思い出してほしいよ、絶対なんかうまくいくと思うからね、覚えておいてほしいなと思うんやけど、僕4つ目、4つ言われたことの1つは、返事は 0.2 秒って言われたんです。返事は 0.2 秒、わかります？これね、もうヤクザみたいな話でしょ。だからね、師匠から中村お前これやれあれやれって言われると、はーいはーいって返事せないかんかったんです。 0.2 秒以内に返事せないかんかったんです。で、返事が遅いって毎日怒られるんです。なんで返事が遅くなるか教えたろか。お前ね、人の話を聞いてね、よく聞いて頭で考えて、自分にとって得か損かを判断してから返事してるんやって、そう言われたんです。その返事の仕方では人の心はつかめやんって、損得で動いてることバレバレやって言われたんです。だけど、そんなことかもしれないけれども、あなたのためならやりますよっていうような態度を返事で表せれるっていうことですよ。それで僕はね、間髪入れずに返事をしなさいってことを言われたんです。だってお前、弟子入りするまで言って俺のとこ来てるんだろ、じゃあ覚悟決めろよっていうことを言われたんです。じゃあ得なことはやるけど、そんなことはやらんみたいな話なんかって、それだったらお前よそ行けって怒られたんです。で、僕この返事 0.2 秒っていうのはですね、本当に深い意味がもっとあるんですけどね、これあんまり詳しい説明してると返事 0.2 秒だけで30分ぐらい説明できるんですけどね、本当にそれぐらいあれは深い意味がありますよ。で、僕その頃設定毎日返事遅いって怒られて、でふっとですけどね、中学の頃とかも野球ずっとやってて、で僕、怪我するまではほんまにプロ野球選手になりたいと思うぐらい野球一生懸命やってた口なんで、1年生の時とか2年生3年生とかめちゃくちゃ怖かったじゃないですか。最近はなんかこの上下関係ね、学校の上下関係もなんかきついと、それはいじめとかみたいなこと言われて、なんか今すごい上級生下級生がフレンドリーですよね。もうあれね、いいんかなって僕はすごい疑問視ちょっとしてしまうところあるんですけど、僕は1年生の時、2年生のおっしゃる言葉は天皇陛下の言葉って教わったんです。3年生の発する言葉は神様の言葉って教えられたんです。だから1年生の時はね、2年生3年生が1年って言われたら、はーい言ってうわー走ってて、はーいはーいはーいって返事してましたもん。で、要件なんか聞いてなかったんです。もうね、2年生3年生の言うことは絶対だったんですよね。絶対だったんです。で、逃げ道なんかなかったんですよね。だって僕中学校の時、中学生おるから言いますけど、3年生にね、練習中の夏の暑い時に呼ばれて、暑いの中村って言われてね、はい暑いですねって言ってたら、そしたらね、俺はこの暑い上にセミがうるさいとどうもいかんとか言われてね、そうですかとか言ってたら、お前悪いな、セミ山してこいって言われたんですよね。はぁみたいなね、セミ山してこいって俺がですかみたいな、そんなことを問いただしたぐらいならその場でボコボコ殴られるんですよ。うわありましたって言ったら、竹の棒持って山の中入ってて、セミやめーセミやめー、一日中やってましたもん。でもね、いつになっても許してもらえなくて、一日中セミやめセミやめって。そんなことしたことないですか？あ、ないです。ある時もね、その3年生がまた喉乾いたっておっしゃって、ジュース買うてこいって言われて、で僕近所のモタニ商店っていうおばちゃんのとこへね、ジュース買いに行かされたんです。その時ね、何買うてきまひょう言うたらね、せやなってわざと意地悪するんですよ、この3年生がね。俺今日はな、ファンタレタスが飲みたい気分かな。はぁみたいな話でしょ。ファンタレモンとかファンタグレープ売ってますけどね、ファンタレタスなんか売ってるわけないでしょ。先輩、ファンタレタスはありませんってとか言ったら、バカ取るなそんなことは言うて、また殴られるんですよね。だから、はい、わかりました、ファンタレタスですねって言うてね、ここで100円握ってね、もたいのおばちゃんのところ一生懸命走っていくんです。それでおばちゃんに、おばちゃん、ファンタレタスあるかとか言ったら、あるかアホ言われてね、知っとるわ俺もう、また先輩にやられたんかって、そうやねんとか言って、もうあるかそんなもん言って、わかったわかった、当分売り出される予定もないかな言ったら、あるか言われて、分かっとるわ言いながら、帰りまた全力疾走で走って帰って、先輩どうもまだ売り出されてないみたいですわみたいに言うたら、先輩にお前聞いたんかっていうもんで、それ聞きましたけどってこうって言うたらね、アホやなお前って言われて可愛がられたこととかありません？ないですかね。これなんかね、なんか日本のこう古き良きっていう感じ違います。そういう
滅死暴行の心ですよ。自分を滅するゼロにしてあなたに喜んでいただくために使えますって。昔のあの奉公する人たちなんかはみんなそうやって親に言われて送り出されましたよ。お前か人に使える喜ばれるってことは自分をゼロにすることなんやぞ。滅死暴行ね、死滅の滅に私と書いて滅死ですよ。で人に使える、これが若い時の鉄則ですよね。僕はその滅死、自分をゼロにするというのを返事 0.2 秒という言葉で教えられたんです。はいはい。で師匠が言われることに対してノーはありません、イエスとはいしかありませんっていう感じになったんです。だから師匠が喋り出すとはいはいはいって返事してると師匠もだんだん笑ってくるんですよね。で笑いながらお前分かってないだろ俺の言ってることって言うから、はい分かってませんって言うんですよね。分かってませんけど師匠、内容がどうこうじゃないんです、僕も覚悟できましたから。いや師匠が言うてる話がね、海いて貝掘ってこいっちゅうやったら俺バケツ何十杯でもアサリ掘ってきますよって、いや山いてタケノコ掘ってこいっちゅう話なんやったら僕一輪車何十杯でもタケノコ掘ってきますよ、何でしたっけ要件は、ほんでって、こういう世界です。分かります、自分を捨てるんです。そうすると今まで教えられたことが素直に素直に入ってこなかった原因は自分の体の中に都合とへりくつばっかり溜まってるからです。僕最初の頃そうだったんです。師匠が何か言われると、でもこうですし、ああですし、そうは言いますけど、って言うとよう怒られました。今日本中の若者がお前と一緒や。返事の前に自分のへりくつや、返事する前に自分の都合を言うんや、さっき言って。でもそれを言ってるとね、巡り合うてる目の前の大人がね、ああこの子はダメだ、自分のことばっかり言ってる、ああダメだこの子は、給料分だけ最低限働いてくれてたらそれでいいや、そういう扱いをお前受けるぞって。だけどね、返事 0.2 秒の意味はね、はい、あなたのおっしゃることなら何でもやります、僕はもう自分を捨ててますからって、何でもやります、できるかできないやなんか考えてません、やるかやらないかだけです僕の中にあるのはって。でやってダメだったらやり方を変えればいい、やってダメならやり方を知ってる人に聞きに行けばいい、ただ体を動かす人間になるんだ、その決意が返事 0.2 秒。そうするとね、へりくつや都合を言う前にはいはい、要件分かってませんけどはいはいって言ってると、こんだけ素直なこの子は育てがいがあるなって思われるんですよね。ああ自分の持ってる全ての知識を託してやりたい、俺の持ってる全ての技術をこの子に託してやりたい、早くこの子一人前に育て上げてあげたいって、先輩たちがそうやって出会うたんびに僕を思うんです。この子はダメだと思われながら接していくか、この子なら育てがいがあると思われながら大人たちと接していくか、こんなのは勉強ができるできないの問題じゃないんだよね。中学生の皆さん、こんなことは小学生でもできること、ハート E を発音すればいいだけやから、ハート E と言えばいいだけやから、小学校1年生の時から返事をしなさい返事をしなさいって言われたでしょ。本当の返事の意味は、要件が分かってなくてもいいんです、あなたのためなら引き受けますっていう覚悟を見せるというのが返事の意味なんです。損得で返事しているうちは人には伝わらないんです。これが一つ目。二つ目、冒頭に言いました、頼まれ事は試され事、そうやって人から言われたことはね、はは試してますねあなた僕をって思いながらやることです。僕は18年間頼まれ事は面倒くさいことと思ってましたから、なんで俺に言うねんって、他のやつおるやんっていつも言ってました。それが師匠に出会うてからは、はは試してますね僕を、見ててびっくりさせたるからって思って楽しめるようになったんです。3つ目、冒頭にこれも言いました、できない理由をその時言わない。でもなあ金がないし時間がないし田舎町だしどうだしああだし、できない理由を人間はつぶやく動物ですから、やってみてください皆さんも。お友達に今日これが終わったら、明日でも構いません、お友達にね、夢はあるかとか目標はあるかとか聞いてみてください。中学生のみんなは家帰ったら親にやるのよ、親に、お父ちゃんお母ちゃんにやりや、みんなやってみな、絶対やりや。でね、中学生のみんな本当にやり、うち帰ったらおとんおかん一緒に来てたらバレてるからな、親戚のおっさんかおばはんにやったらええわ。それでね、大人たちに聞いてごらん、夢って言うとちょっと大げさやから、お父さんさ3年とか5年とかの間に自分はこんなことしてみてえなとかね、こんなものが手に入ったら嬉しいなとかって、そういう目標みたいなのって何かあるのってさりげなく聞くね。そうするとお父さんね、息子や娘から聞かれたらそら答えるさ、そらとってあるがないと、お父ちゃんかってな、おーロンボはな、こんなことができたらな、こんなものが手に入ればな、こんな風になれればなって思ってるでって言うた後、耳すましとってね、耳すましとって悪魔の言葉がささやかれるから、こうし
したいと思ってるんだって言った後に、でもなーって言うわ、言うた瞬間、出たー、でもでも政治ーと思いながらね、指までさしちゃいけんで、指までさしちゃいけんけど、心の中で出たー、でもでも政治ーと思った後、でもなーの後に何を喋るかずーっとお付き合いして聞いとってみ、お前も知っての通り、うちそんなに金ないやろ、お父ちゃんこんなこと言い出したらお母ちゃんに何言われるかわからんがな、でこんなお前島原みたいな人口の少ないところでやったって、お前うまいこと行くわけあれへんし、お前人から何言われるかわからへんし、どうやしこうやしあやしどうやしこうやしって、まだ言うかまだ言うかぐらい言うから、目標は3分で言うたくせにね、でもなーの一言の後にできない理由は30分ぐらい言うわ、まだ言うかって言うぐらい言う。それを中学生のみんな、大人たち10人にやんな、10人に。なんで10人にやりなって僕が言うか分かる？だんだんね、でもなーっていうタイミングがつかめるようになってくるから、ぼちぼち言う頃だ、はい言ったーみたいな、こんなの分かるようになってくる。だんだんそれが分かるようになってくるのと、10人もやるとね、10人中おそらく10人ともでもでも精神やから、そしたらね、10人やるとあなたたちの中に一つね、芽生えるものができてくるの。それは何かっていうと、自分が言ってしまった言葉に自分で気づくようになるの。分かる？どこそこ高校目指して俺勉強してんだ、でもなあの学校、あそこの高校は特に英語を重要視するらしいしなーって、勉強、英語の勉強本気でする前から言うてもらった時に、分かん、俺本気でやる前からでもなって今言うてもだかなって気づくようになる。自分で自分の言ってしまってるセリフに気づけるようになったら、なかなかいけるで、いけるでってどんなんやって感じですけど、あると思います、うん、いけると思います。だけどこのね、できない理由を言うなっていう、して4つ目が、まあね、これはもう当たり前のことやけど、今できることをやれ、今できることを探して具体的に動け、今できることを探して動けで、そのね、今でき、だって人間は今しかないじゃないですかね、そう思いません？人間すぐ口癖でそのうちするさとかね、明日するさって言いますよ。だけどね、明日なんて来ませんから。あの有名な話でこんなんあるの知ってます？あのタバコやめるって誓わさせられたある家のご主人が奥さんの前でね、明日から禁煙って紙書かされて今に貼るんですよ。次の日そのご主人どうしてもタバコ吸いとってね、辛抱できんで吸ってまうんですよ。だからそれ嫁はんにバレて怒られるんですよ。あんたチコタカだ昨日って言われるでしょ。でもその時もう旦那さんね、開き直ってるんです。お前よう見てみ、明日から禁煙って書いてあるやろって。わかります？このくだらない話、くだらないけど深いでしょ。見てる日常に今日なんですもん。見てる日常に今日なんですよ。これね、この明日は一生訪れないですよ。本当にそうなんですよ。もう見てる日は常に今日なんですから、明日なんて永久に来ない。今朝ね、皆さん布団かベッドで目覚めたと思いますわ。誰にしもね、布団かベッドで目覚めたと思いますけど、目パチッて開いて目覚めた瞬間に思った人います？目パッと開いた瞬間に、来たついに昨日から見て明日がって思った人います？昨日を基準に生きてる人いませんでしょ。昨日誓いを立てたあの待望の明日がついに始まったって思った人おらんと思うんですよ。寝る直前と何にも変わってませんって。目くそパリパリついてるぐらいです。よだれの後真っ白になってるぐらいのことで何にも変わってません。夕べ寝る前と何にも変わってませんから、人間ができるのは今しかないんです。ちょっとでいいんです。ちょっとでいいから今できることを見つけて動く。そして自分は、俺は動いてるんだ動いてるんだということを認識することなんです。俺は動く人間、動く人間ということを認識していくことを積み重ねる。そうするとここからね、積み重ねの人生が始まるんです。毎日自分でリアルに考えながら積み重ねていくと、当然積み重ねの人生でしょ。でもね、ほとんどの人は明日するさ、そのうちするさって先送りしながらね、今日と明日とほとんど変わらない毎日を繰り返すんですよ。気づいたら1週間も繰り返しになってまうんです。気づいたら1年間も繰り返しになってもうてね、あれから3年経ったけど俺あんまり変わってねえなってこんなになるんですよ。繰り返しの人生生きてると3年経っても5年経ってもあんま変わり映えしませんから。だけどね、積み重ねの人生を送ってみてください。3年も経ったらびっくりするぐらい自分の中から新しい自分が出てきますから。そして僕はこのたった4つの小学生でもできることですけども、人を喜ばせるということでやりなさい。人から何か言われたら返事は 0.2 秒、物を頼まれたらチャンス到来、喜ばせるチャンスだと。よし試してるでしょあんた俺のこと、いやー死んならあんたがびっくりするとこだったのかと思いながら、できなくてもいいんですよ。一生懸命やるとね、思いは伝わりますよ。でそうするとね、
必ず喜んでいただける。そしたらその時に、他の誰かじゃダメなのよ、中村君、あんたじゃなきゃダメなんよ、あんたじゃないとダメなんよって言われてね、当てにされるようになるんです。当てにされるようになったら、その後はね、役割が与えられるようになりますから、世の中から役割が与えられるようになるんです。僕は今ね、レストランやってます、ブライダルをやってます。だけどレストランやりたいなんて若い時思ったことありません。ブライダルやりたいなんて考えたこともありません。講演をやりたいなんて思ったこともありません。本何冊も書いてベストセラーとかなってるんですよ、これでも。だって僕中学校の時、読書感想文なんかね、あんなん書いたことないんですよ。本なんか読めばんかったですから。あの宿題が出されると、著者後書きちゃって丸写しして提出しててね、だからみんなもね、逃げ道は常にそれつこたらいいわ。著者後書きが解説を写し書きしとけで、そんな教える必要ないけど、僕はもう常にね、そんなんでね、感想文も書いたことない人間がもう思いのままに本を書いたら、そんでもあの1冊目の本20万部で出ますからね。ビジネス書で20万部も出ると大変なんですよ。もう完全にベストセラー扱いですからね。でマスコミでもバカバカ取り上げられて、そこから調子に乗って何冊も出して、7冊ぐらい出してますがね。でもね、まだまだネタはありますもんね。でそっとして気ぃついたら、俺本書いてるやんみたいなね。でベストセラー作家とか言われて、俺みたいな話でしょ。だけどね、昔うなぎとってばっかおったようなやつがね、気ぃついたら八百屋やってた人間が本書いて、で今は北海道で、僕はね、お金の出口じゃないですけれども、今は農業にすごい一生懸命になってて、引きこもりとかニートとか言われる若者を日本中からスカウトしてきましてね、あの問題児と言われてる若者を集めて、これから日本が確実に抱えるであろう食料問題を解決する礎を作ろうと思って。だって農業従事者の大半は高齢者ですから、この10年15年でほとんど日本の農業従事者いなくなっていくんですよ。もう分かってるんですよ。だけど若者は農業に魅力を感じないから立ち上がらないでしょ。だって命ですよ、ね、この命の根元までね、外国からの依存でしか生きていけない国なんて、僕坂本龍馬さんに合わす顔ないなんて合わないですけども、本当ですよ。幕末の時の皆さんね、絶対こんな世の中のためにあんなことやったと思えやんなと思うからですね、僕今あの引きこもりたち集めて、でお前らはまあ問題児と言われてるんだと。だけどね、捉えようによっちゃ、お前たちの問題児と言われてる君たちがね、問題解決のために立ち上がるプロジェクトなんです。わかります？問題児が問題を解決しようと立ち上がってるんですよ。気づきませんか？問題児が問題を解決するんですよ。あら、どう感じですね。問題児が問題を解決すると、問題が世の中から2個なくなると思いません？すごいプロジェクトでしょ。僕これ絶対 NHK スペシャルとか情熱大陸とか取材に来る思ってましてね。ほんでね、引きこもり集めて陽気で、今もう14人ぐらい来てやってますけど、これが北海道だけじゃなくて、今はもう兵庫の丹波篠山とか岡山とか鹿児島とかね、沖縄とかね、いろんなところに今広がってきてて、みんな引きこもり農業です。すごいですよ。鹿児島なんてね、あの芋焼酎もじき出来上がるんです。もうオリジナルラベルでもじき売り出すんですけど、すごいですよ。まだ出来たてほやほやで、何の亀の中でも熟成も何にもさせてないのに、いきなりから3年古酒とか5年古酒とか売り出すんですよ。詐欺みたいな話でしょ。これね、普通は亀で酒を寝かした年数が表示されるんですけど、うち違うんです。うちね、人間が家で寝てた年数が表示されてるんですよ。3年引きこもり酒とかね、5年引きこもり、味変わらないんですけどね。でもね、一応鹿児島では畑を分けてあるんですよ。あの1年未満の新米さん、こちらの畑お願いしますみたいな。で1年以上3年未満の中堅さん、こちらお願いします。3年以上のベテランさん、こちら頼みますみたいな。あの畑によって分けて、それを瓶詰め変えてるんですけどね。けどね、飲んでくださる皆さんに笑ってもらえれば、これは僕が彼らに気づかせたかったのは、過去を引きずって生きるのはやめろっていうことですよ。過去をネタに変えて生きなさいっていうことを僕は教えたいんです。わかります？例えば僕ね、少年院なんかもよく講演行くんですけどね、少年院行くとね、もうピシッてしてますよ。みんな丸坊主で、教官めっちゃ怖いみたいやから、もう緊張感ピーンなんですよ。だけど僕、笑かしてなんぼでしょ。笑かしたいけど全然笑わないんですよね。もう燃えてくるんですよ。そうするともうね、生徒も教官もみんな笑かしたくて、でね、いつも言うんですよ。みんなが来てるこの場所は少年院なあ言うてね、よく似た名前に学習院ってあるやろみたいなね、よう似た名前、少年院と学習院似てるやろって。だからな、心配するな、学習院は私立や、少年院国立やから言うてね。
ほんでね、学習院は学科試験で入れるけど少年院は実技のみやからなみたいな、こんなこと、もうその頃にはもうみんな耐えれないんですよね。でも笑って、だけどその頃に僕は教えるんです、みんながここで過ごす1年間だけど1年経ったらみんなここを出るわねって、出たらまた日常生活社会人として戻っていく。でもその時にね、3年経った頃に仕事がうまくいかない時に、この中のグループ A の皆さんはこう言うわ、俺はどうせ少年嫌がりだからうまくいかないんだ、俺は少年嫌がりだからみんなが俺をそういうふうに扱うんだ、うまくいかない出来事が一つ起こるとすぐ過去のせい、少年院にいてたせいにする、俺はそんな人間だからって自分で自暴自虐しながらね、自分で自分のことを責めながらそれのせいにしながら逃げることを考える。だけどグループ B は別の言葉遣いを使うね、俺は少年院に行ったおかげで人の嫌がることを何でもやれるようになったんだ、あの1年間があったおかげで人様のためにいろんなことがやれるようになって今の自分があるって、少年院に入ってた時のことを包み隠さずみんなの前で笑顔でさらけ出せるぐらいネタにする人は少年院に入った1年をステップに変えていく、踏み台に変えていくって、わかるって。過去は、人間は生きてればいろんなことがある、病気にもなる、早く親が死ぬことだってある、信じられない病気にかかることだってある、生きてればいろんなことが誰しもある。だけどね、2パターン、それを引きずって生きてる人とね、ネタに変えて感謝しながら生きる人といるって。だから僕は引きこもりたちに言うんですよ、お前たちがね、リストカットしてきたことも引きこもってたこともすごいいじめにあったことも同じ境遇で今苦しんでる連中がいっぱい日本中におるって、それから君たちはね、おかげさんで人間関係が苦手な性格になったんだから、人間関係が苦手だったら植物と話せるんちゃうかとかね、人間関係が苦手だったら動物と話せるんちゃうかもしかしたらとかって、だって人とは話せんけど植物とは話せたりするかもしれんがなみたいなね。だけどお前たちはね、心がとっても優しいから命の種まきなんよ、命の種まきをするのって、それをね、100年後の日本の子孫たちのために、俺たちがこんだけ経済社会だ競争社会だ言われてる中でも、平成の時代の若者たちが命のバトンリレーを忘れずに大地を耕し続けたというね、その礎を俺たちが作っていこうって、でその俺たちが情熱大陸に出てる映像を見てね、手首にナイフを当ててるような人たちが死ぬのをやめて北海道に行こう、あの先輩たちに弟子入りしようって思うぐらい人の人生に光を照らすような存在に俺たちはなっていこうよって。だけど5年前からやり始めて、もう今年5年目なんですけどね、でも始まりの年、最初の時は農家さんからはめちゃくちゃ言われました、絶対無理、お前たちにできるわけがない、世の中をなめるな、無農薬化学肥料使わず理想ばっか言うなアホーってめちゃくちゃ言われたんですよね。ただ農業教えてって言ってるだけなのに絶対無理、否定的アドバイスばっかり。だけど僕はその時否定的アドバイスを受けるの分かってたんで、ビデオを全部セットしてですね、ボロカス言われた農家さんたちを全部撮影したんです。なぜか分かります？情熱大陸に出た時にね、その映像をオープニングで使おうと思ってるんです。僕たちのスタートはこんな最悪のところから始まったんです、だけど諦めませんでしたっていう一言が言いたいだけなんです。でもこれ、この情熱大陸のために作った VTR じゃないですよ、実録の映像ですからね。こんだけ言われたら普通はやらないでしょ。でも僕たちは困難に向かって立ち向かいました。引きこもりたちが、リストカッターたちが、で見てください、今この見渡す限りの農地を、人間はできない理由なんかどこにもない、どこにもないっていうことを僕たちが証明しました。日本中の皆さんにね、その人間関係が苦手で悩んでる人たちにも必ず役割がある、必ず役割があるということを皆さんに伝えよう。まあ僕らはそういう意味では、僕はもともと夢がなかったけれども、一人の師匠に出会って、まずまともな仕事は八百屋の行商から始まりましたけど、だけどやがてはホルモン焼き屋の大将が首吊ってね、自殺したね、自殺物件から僕ら飲食店やり始めたんです。たった7坪の席数10席から自殺物件ですよ。だから値段が安くて僕らにも借り入れた。なんか出てくるかもしれんけど、その時は仲良しとけとか言われながらこうやりましてね。だけどその4つの鉄板ルール、巡り合うお客さんに返事は 0.2 秒、お客さんから用事頼まれたらはーいはーいって言いながら
あなたの予測は余りますねって、そうやってやってた。できない理由言わずに今できること動いて、そしたらお客さんたちにものすごく愛されました。でものすごい応援してもらいました。お前の顔見てるだけで元気もらえるんや、お前と喋ってるだけで勇気が湧いてくるんだ、また来るよ、また来るよ、あんたの顔見にな、また来る、分かった言うて、何遍もまた来る、また来る言いながらお金笑顔で払ってくれて、帰っていく背中見ると背中にまた来るって書いてあるんですよ。また来るわと思ってると1週間以内に友達たちを連れてくる。そしたら毎日が店満席になりましたよ。そして僕らは六本木界隈に5店舗飲食店出しました。株式会社ができた時、人生に奇跡は起こるんだって思いましたよ。だって軽トラに鉢巻き巻いてキュウリ立てて歌って踊って野菜売ってたんです。僕それがどんどん飲食店を出して株式会社設立して、でもその時に師匠からお前もうぼちぼち独立しろって独立させられて、で三重県帰りましてね、でちっちゃなお店から始めたんです。僕独立をして21歳の時でした。21の時だけど、その時も皆さんから絶対無理って言われましたよ。お前にできるわけがない、東京でどんな修行してきたか知らんけど世の中をなめるな、いい中学生のみんな、あんたたちがもうちょっと大きくなってね、ほんまにやりたいことが見つかって親に相談したら、多分ねほとんどの親はね、お前大きなこと言うなって、お前にそんなできるわけないやろうが、お前なんや思うと、アホか、そんなもんお前に無理に決まる、世の中お前知らなさすぎるねみたいなことを、もし親に否定的なアドバイスを食らったらね、親を説得する方法を教えといたるわ、メモ取っといて、なんて言うかっていうとね、うん、お母さん無理だとは思ってないよ、私だってお母さんの子供だもん。わかった。これで親は一撃やから、ね、親はそれ以上反対できなくなるから、子供に対して否定的なことを言うということは自分を否定することになってしまうから、俺はお父さんとお母さんの遺伝子を信じてるんだよ、絶対諦めないからって言い立てみ、親はそれ以上反対できなくなるからね、覚えといた方がいいと思います。で、好きなことをやった方がいいと思う。そして失敗しても OK、その失敗からドラマチックに這い上がればいいから、そのドラマチックに這い上がる物語を、今度君たちが結婚して子供ができた時、子供にどんな這い上がり方をしてきたか子供たちに語ってあげて。親が子供に残せるのはいい家を建てることじゃないよ、いい車を買って与えることじゃないよ、子供のためにいっぱい失敗からの這い上がり方を教えてやることやから。そうなんよ、失敗談が親から子供に渡せる最高の財産なんやから、それが生き様っていう名の財産になるんやからね。子供たちは自分の中に流れてる血や遺伝子に誇りを持てるようになる。それが僕は親が子供に残すべきもんだなと思ってるんでですね、まあそういう意味でね、三重県帰ってきて小さなお店から独立しました。だけどこの三重県帰ってきて見つけた物件が何のご縁か、布団屋さんが首つった物件でね、そこね、でも僕しかおらんと思って喜んで借りました。だけどその時皆さんから絶対無理、お前にできるわけがない、散々言われましたけど、10人中9人までは絶対無理、お前にできるわけがない、世の中をなめるな言われました。でも10人のうち9人まで否定ですけどね、1人だけ違うことを言います。その人はこう僕に言ってくれました。ふみちゃん、俺にできることあったら言ってこいよ、俺にできることあったら協力するからな、よかったな、お前俺に協力できることあったら言ってこいよ。町を元気にするのは簡単です。人の言うことを否定する人口が多い町は下っていく一方です。人のやろうとしてることを、俺にできることあったら言ってこいよ、俺に力になれることあったら言っておいでよって言える人口が増えたら、その町はおのずと伸びます。そんだけのことですよ、うん、自分が一番か人を喜ばせるが一番かっていう、そこをですね、なんか僕は若い時にすごい体験から学ばせてもらったかな。その後まあ26で僕はレストランを建ててブライダルをやるようになって、そして頼まれたから講演をするようになって、頼まれたから本を書いただけで、別に夢なんか持ったことありません。目の前にいる人を喜ばせ続けているうちに、次から次へと役割を与えられるようになって、今は1年が365日で足りないです。1日が24時間では足りないです。それぐらい昔暇で暇でしょうがなかった人間が、今もうやりたいことでワクワクしてるんです。もう今日も前半に笑い話ばっかりしすぎたことを心から後悔してますけどね。まあええ話全然できなかったなと思うんですけど、でもまあ笑っていただくとがん細胞も減ると言いますし、まあですね、今日はちょっとプロローグ編ということでですね、でもやっぱり大人が僕がこう話している姿見ていただいて、どう思っていただきますでしょうか。僕は失敗を楽しむのが大好きなんですよ。無理って言われることにチャレンジするのが大好きなんですよ。
でね、そこでドラマチックにやってやるって思って生きてる大人の姿を見て子供はワクワクするんですよ。なんかわからんけど儲かってる儲かってないに関わらずめっちゃ楽しそうって子供は思うんです。あのね、皆さんもお子さんがいらっしゃるようなら、もし小さいお子さんがいらっしゃるご家庭があるようなら注意してください。自分の子供に夢を見させないようにするのは簡単だそうです。毎日仕事から帰ってきて上着を脱ぎながらカバンをその辺に置いて子供の前で毎日言うんです。あー疲れた、毎日これを言うんです。そうすると子供は夢を見ない子供に育つそうです。もう心理学的に証明されているそうです。親が勉強せえ勉強せえ言うけど、勉強したって、あなたの言う通り勉強したって最後は疲れることしか待ってないんでしょう。大人になることはボロボロになっていくことなんでしょうっていうのを嫌がおうでも毎日子供に見せるんです。人のせいにする、周りのせいにするセリフを子供の前で聞かすとね、自分のせいじゃない、いつも小学校の時も中学校の時も俺のせいじゃないよ、あいつがこう言うからよ、先生がこうやって言うからよってすぐ人のせいにする子供になるのは親を見習ってる証拠ですから。だからこれからは家に帰ったら、ただいまお父さんお帰り遅くなったねって言われたら、うん、お父さんも仕事楽しすぎてこんなに遅なってます、もうあんまり楽しかったからもう一回行ってくるわとか言ってね、もうそれぐらいやった方がいい。そんなに面白いねお父さん、もう面白くて面白くてうえって言うぐらい ね子供の前でね、もう面白すぎてゲー吐きそうやよ言うてね、そうか俺も中学校なんか行かんでええから大人になりてえなって思わすぐらい、そうやってやると勉強せえの言葉が、そうなんやお父さんも勉強してたから今あんなに楽しんでんや、頭で考えるのと魂にズレができるんです。疲れたを聞かせると、だって勉強せえは分かるけど、でも勉強した結果あなたみたいになったら疲れる人生でしょ。もうね、小さな口癖からなんですよ、小さな癖癖からなんですよ。だから今こそ僕は、日本はね、誰が悪いあれが悪い、対応が遅いだなんとかだ、人の足引きずり下ろすこと考えるんじゃないですよ。一人一人が今できることです。一人一人が今自分の周りにいる人に喜んでもらうことをしようとする、この人間力を手に入れるためには具体的に人を喜ばせることでのみ人間力っていう力は手に入ります。坂本龍馬さんが持ってたのは溢れんばかりの人間力でしょ。金ばらまいたから明治維新ができたわけじゃないでしょ。条件を整えたから明治維新ができたんじゃないですよね。龍馬さんや高杉晋作やみんなの情熱が、だって携帯電話がなかった時代ですよ、新幹線が走ってなかった時代ですよ、長崎から江戸の友人に一言言いに行くのに一月かかったんですよ。それでも世の中をひっくり返したんですよ。人間に与えられた最高の才能は思いですよ、情熱だと僕は思います。何のためにあるんやっていう思いですね。なんかそれを今こそ大人が子供たちの前で溢れんばかりの人間力を教えてあげる時じゃないかな。こちらの翼は学校で学ぶ学力ですけど、こちらの翼は人間力ですよ。これをぜひ中学生のうちから何か意識していただいて、クラスでね、お前それデモデモ政治に違うとか流行らして、返事が遅いとお前損得考えてないとか言うてね俺甲子園目指して頑張っててとかって言ったら、でもやあ俺なんてな県立高校はさ私立のどこそこなんかで勝てんでとか言って、いやお前それできないデモデモ政治になってるやんって、そうやってね指摘し合いながら指摘し合いながら人を喜ばせること、今できることを探すこと、相手に喜んでいただきながら役割をいただくっていう、その人生めちゃくちゃ楽しいと思うからですね、なんか中学生の皆さんにも参考にしてもらいたいなと思うし、もしこの島原の皆さん方の明日からの人生で少し楽しみながら楽しみながら生きる大人が、一人でも口癖が変わる大人が、この喜びの波紋を広げる大人が一人ずつ、こうやって言うてても気の早い人はね、この非常口から出てね、5歩歩いたところで、でもなーって、気の早い人はそこ出て5歩で言いますよ。あいつは特別やから、あなだけで、お前、俺らはこうやし、あやしって言うと、隣の友達が、そうそう、俺だってこうだ、まだ、なーって言いながらね、傷ペロペロな目合いながら帰っていくようじゃ、この2時間はね、もういなかった方が良かったことになるんですよ。もう意味がないんですよ。なんで僕はね、誰よりも早くね、外へ出て行ってね、駐車場まで皆さんが行かれる植え込みの中とかに隠れてたりね、前をしたんですよ。そうするとね、よう聞いたセリフがね、第3位はね、僕が特別だっていうことで話しする人、これがよう聞きました。第3位、第2位を発表します。いやー今日の話は20年前に聞いたかったわーって、これが第2位です。20年前なら変われた、
でも今はもう年だから無理っていう年齢のせいにするパターンの人、これが第2位です。第1位を発表します。いやー今日の話は息子に聞かしたかったわ。これが第1位です。もうね、子供はどんどん良くなってほしいんですよ。でも自分はもう変わりたくないんですよ。で子供がどんどん良くなって後の面倒を子供にみんな見てもらおうっていう都合のいい話なんか通るわけがありませんっていう話なんです。年取ったじいちゃんばあちゃんが変わろうとするから子供が響くんですよ。今まで頭固かったお父ちゃんが変わろうとするから子供は心打たれるんですよ。全て親から始まりますからね。この島原が元気になることを JC の皆さんたちにぜひ引っ張っていっていただいてですね、そして、こんなに元気な皆さんがきっと島原を元気にしていく火種を作っていくと思いますから、皆さんそこでよし、俺たちにできることがあったら言っておいでよ、俺たちにできることがあったら力になるよ、そう言いながらプラスのスパイラルがこの島原で起こるような、なんかきっかけの日みたいにしてもらえたら心から感謝できるな、嬉しいなと思っております。長い時間もうすいませんでしたね。アホな話ばっかりしてしまう。またお目にかかる機会があったらよろしくお願いします。ありがとうございました。中村先生、本当に楽しいひとときありがとうございました。それではここで記念品の贈呈を行いたいと思いますので、米田理事長ご登壇お願いします。中村先生ありがとうございました。実は開会前にですね、私ちょっとご挨拶をさせていただいたんですけれども、先生に、頼んだことは、先生の話を聞いてですね、島原のみんなが元気になってくれることを、頼みました。完璧でした。ありがとうございました。記念品としまして、島原でできたそうめんとカステラの方をお送りしたいと思います。それでは皆様、中村先生を盛大な拍手でお送りいただきますようお願いいたします。閉会宣言。社団法人島原青年会議所副理事長林田慎吾君。中村先生の話を聞いてたくさんの学びや気づきを皆さんと、共有できたことを心から感謝いたします。我々島原青年会議所は今後も皆様と共に学びながら明るい島原半島の創造を目指し活動を展開してまいります。これからも変わらぬご理解とご協力の方をお願いいたしまして閉会とさせていただきます。以上をもちまして社団法人島原青年会議所指導力セミナー魅力あるでっかい人づくり講演会を閉会いたします。本日は誠にありがとうございました。